セッション1スタートアップカタパルト本セッションのオフィシャルサポーターはノバセルです。 それでは、早速ナビゲーターを紹介します。ナビゲーターは I. C. C. パートナーズの小林さんです。拍手でお迎えください。あ、あ、あ、すみません。どうも、おはようございます。 えー、緊急事態宣言発令の中はですね、はるばる福岡までお越しいただきましてありがとうございます。えー、今回ですね、まあ、非常にこう、重要なタイミングでの開催になったんですけども、ここに多くの方がお集まりいただきましてありがとうございますというと同時にですね、え、感染対策もしっかり徹底したいと改めまして思っております。よろしくお願いいたします。で、今回実はスタートアップカタバルト10回目ということですね。ICC サミット自体は11回目なんですけども、 えー、か、カタパルトジータは2回目から開催しまして、10回目の記念大会となっています。えー、過去に、えー、同時の優勝もいるんで、1一人が、あ、九十0人ですね。十人の優勝者がいるんですけども、まあ、今回ですね、2021年という、まあ、非常にこう、タイミングとしてもですね、エポックメイキングなタイミングかと思いますので、そこで優勝者が出ることの、どういう人が選ばれるのか、えー、審査員の方々のですね、価値観の変化なども反映されてるんじゃないかというふうに思いますので、えー、楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 では、えー、早速スペシャルゲストのご紹介したいと思います。スペシャルゲストというのはですね、前回優勝した人が、えー、後輩っていうんですかね、えー、前回の、えー、方々が、これからの方々にメッセージを送るというセレモニーでございます。では、一人目、えー、リーナーテクノロジー大平さんです。よろしくお願いいたします。ご紹介どうながってください。あ、来ますね。で、もう一人がですね、えー、メリーの山田さんです。よろしくお願いいたします。 前回なんと二人が優勝しまして、えー、商品も倍になったということですね。歴史的なイベントだったんですけども、前回優勝してどうだったかっていうのをちょっと一、つずつ伺えればと思います。では、大平さんお願いします。はい。えー、おはようございます。 ありがとうございます。おはようございます。あの、調達領域でリーナーという、あの、サース事業やってます、大平と申します。えー、IGC 優勝してですね、あの、非常に事業変わりました。あの,ーはいあの、あの、見ていただいた方の中にご制約いただいた方もいて、あれからも事業の、もう、桁が一つ、あの、成長したというところで、まあ、リーナーとしてはすごい記念的な会になりました。ありがとうございます。あ、じゃあ山田さん、なんか、スーツかっこよくないですかなんですか、これ。ありがとうございます。今回、あの、ファブリック特典の、あの、森さんから。 優勝商品でいただけるスーツを作って、パブリック東京ね、番組宣伝みたいになってますけど、ありがとうございます。こういう、スポンサーの特典ということで来てもらうものはいいなという,うに思いました。はい。 あでは、優勝してどう変わりましたかはい、ありがとうございます。私たちも、あの、医療という領域で、あの、挑戦しているんですけれども、やはり、まあ、病院さん向けに、まあ、どのような、あの、やっぱり、信頼、安心を、まあ、見せていけるのかっていうすごい大事な領域なんですね。それだけ、えやっぱり、私たちの中では、この ICC の優勝っていうところが、まあ、その、大きな社会的なインパクトというのは、あったなというふうに感じていてですね、はい、そこが、あの、一番大きなポイントだったかと思います。ありがとうございます。では、一人ずつですね、あの、 チャレンジャーの方々にメッセージを一言お願いします。大下さんからお願いします。はい、えー、あのー、ちょうど半年前、あの、そちらの席に座ってた時は、もう本当に緊張してですね、あの、ガチガチだったんですけど、あの、ぜひ楽しんで、あのー、すごい楽しい会なので、<laughs> ぜひやっぱ優勝するのに余裕が違いますね、なんかね。すみません、あのー、本当に楽しんでおけばよかったなと、本当に個人的に思ってるので、楽しんでいただければなと思ってます。はい、楽しんでいし頑張ってください。いきましょうということですね。ありがとうございます。拍手お願いします。では、 山田さんお願いします。ありがとうございます。もう本当に確かにもう、あの、今もう、この話を多分聞いてないぐらいも、パソコンカタカタね、あの、触ってたい形だと思うんですけれど、まあ、ただ、あの、この先にですね、やっぱり得られる、この仲間の同期の関係性だったりとか、あの、ま、先輩方、本当に社会に大きな価値を届けてらっしゃる方々が、ここの会場にいらっしゃると思いますので、そのご縁っていうのは本当に一生ものだと思いますから、まあ、その先を見据えれば、この機会は楽しいというイメージになると思いますので、楽しんでいただければと思います。はい、楽しんでくださいってことですありがとうございます。 で、前回ですね、山田さんが優勝した時に、あの、最後の拍手は一生忘れないっていうコメントをね、インタビューでドキュメンタリーに答えてるんですけども、まあ、我々の恒例のセレモニーがありまして、ちょっと皆さんちょっとご起立いただければと思います。で、まあ、前回の優勝者から、えー、まあ、メッセージもありましたけども、まあ、会場全体としてですね、まあ、プレゼンターの人も、まあ、みんなここにいるのは仲間だということもあるんで、お互いこう、称え合いましょうということで、拍手をお願いしたいと思ってます。では、全員大きな、で、用意できましたか はい。では、大きな拍手でチャレンジャーの皆さん頑張ってくださいということで応援してください。<手>はい、ありがとうございます。最後にですね、優勝者が決まって、えー、最後に写真撮影する時も同じようなセレモニーを行います。それが、この拍手は最後は忘れないというメッセージだったと思うんですけども、そういった、えー、緊張して覚えてない前半戦もあると思うんですけども、それを覚えております。では、どうも二人ともありがとうございました。 どうぞはい。えー、ではですね。はい。チャレンジャー紹介ということで。あ、優勝、あ、そう優勝商品ですね。はい、すみません。はい、優勝商品のご紹介です。で、今はですね、拍手いただいた、えー、プレゼンターの方が優勝するとどんなものがもらえるのか、ざっくりこう説明したいと思います。まずはじめに、ヨナイネール賞、ヤッホーブルイング、井出さんです。どうも今回は会場にありがとうございます。ありがとうございます。ではなん、どんな商品なんでしょうかはい。えー、あの、 クラフトビールといえば、ヨナエナエールと。で、ヨナエナエールはですね、ビールを通して、みんなを幸せにしたいと思ってるんですね。で、今日のスタートアップの皆さんは、何かしら社会の課題を解決しようという方たちばっかりなんでですね、このヨナエナエールを飲んで、幸せになって、世の中の課題を解決したいと、してもらいたいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。<laughs> ますヨナエナエール賞です。エールを送られました。ありがとうございます。続きまして、 23時間快適印象、三ツ星の岩田さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。はますでは、どんな商品かメッセージも含めてお願いいたします。はいえー、岐阜発島で134年、えー、生地屋をやってます、えー、三ツ星グループの岩田です。えー、私どもはですね、自社ブランドで T シャツ作ってますので、えー、社長だけじゃなくて、社員全員にお配りします。 ですので、審査員の方々はですね、必ず1社選んでいただくようにしていただいてですね、2社になると2倍になってしまいます。あれですけど、あの、今日も山田さんもさっきお話ししたらですね、あの、下には三つ星 T シャツ着てくださってるということで、あの、皆さんの生産性を上げる T シャツだと思ってますので、ぜひ頑張って、えー、ゲットしてください。はい、ありがとうございます。ちなみに僕も今、ロゴ入りの着てますけど、普段は三つ星のパーカーを週4日か5日ぐらい着てまして、あの、ちなみにあそこへの奥の方に展示してますので、ぜひ、あの、ご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、続きまして。はい、心に贅沢させよう,しょうということですね。一級澤口さん午前中いらっしゃらないということで、私が代わりに説明いたします。えー、私もヘビーに利用している一級なんですけども、10万ポイントプレゼントということです。宿泊にでも、レストランにでもご利用いただければと思います。優勝したら、ぜひ、えー、まあ、緊急事態宣言もございますが、ぜひご飯、ご飯など、えー、いろいろ使っていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。はい、続きまして。 フブリック東京森さんです。よろしくお願いいたします。前回ね、山田さんがっ来てくれて嬉しいです。なんか、はい。いはい。山田さん来ていただきました。ありがとうございます。 はい、あの、ファブリック時は最近、スーツやシャツ以外でもですね、チノパンとかジャケットだけとか、コートとか T シャツとか、ポロシャツとかもフルラインナップ全身揃うようなラインナップになってきてまして、何でも買っていいですよっていう。何でもって、いくらまでですか一応10万ぐらいがオーバーす。え、10万なんですか ?10 万の、えっと、税込み10万が、えっと、でもご相談いただければ。はい、それを超える商品は。優勝するとこういうふうにかっこよくなるってことですね。はい、コーディネ森さんコーディネート付きて。はい、業家をかっこよくするっていうのがミッション。 ありがとうございます。頑張ってください,い。はい、続きまして、えー、住友生命、イタリ師匠ということで、藤尾さんです。よろしくお願いいたします。どんな商品なのか、あとメッセージもお願いいたします。はい、えっと、今回は、えっと、インダストリー・コークリエーションっていう ICC らしい商品にいたしました。であのこちら、写真写ってますけど、あのファクトリーの山田さんが、 種から育てるオーガニッックコットンとということでオーガニッッククコトトンプロジェクトといあの山梨の南アルプス市にこういう畑もあるんですがでこちらの方で ICC にご参加の,あの経営者の皆様のご家族なんかも招きをして収穫をしたりしてるんで、うん、これ楽しんであの参加したいという方はお声掛けいただきたいと思うんですがこちらで収穫したコットンを使った100%オーガニックの T シャツにもうロゴとか好きなデザインをしていただいてチーム分つあのプレゼントするという賞を ご用意いたしました。えー、ぜひあの皆さんゲットして活用してください。あり,いありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。はい、えー。続きまして、あ、おなじみのスマートエチャラショーです。皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。改めまして、今回どんな商品なのか、あとメッセージもお願いいたします。はい。あのスマートエチャリー三つプランがあるんですけど、まあその一番上のプラン、例えば従業者のサーベイとか、いろんな機能が全部入ってるやつの。 利用料がですね、僕とじゃんけんして勝ったら100年分無料という感じになります。負けた方は残念ながら1年分になりますけど、頑張って勝っていただければと思ってます、思、はい、過去負けた人はいないんで、あいこか、あれですよね、あいこじゃね、前回はスピリットしたんですね。前回はあの2人でじゃんけんしてもらって、勝った方に100万円、あいこだったら2人にその100年分でいいですよって言って、負けちゃあいこだったんで、2>, はい、2人に100年分プレゼントしました。 で、100年分になるとね、1億円とか2億円するらしいので、ぜひぜひ、あの、一番これが商品、金額的にも高いんじゃないかと思いますので、あの、スマート HR 使ってなかったら切り替えていただいてですね、はい、いただければと思います。はい。じゃあどうもありがとうございます。はい、いますよろしくお願いします。お願いします。はい。最後はメインスポンサーであります、伸ばせる、多部さんから、まあ、商品説明及びメッセージをいただければと思います。よろしくお願いいたします。<laughs> すいません。 ちょっと電話がかかってきて、ええはい、今どこにいるんですかって言われて、すみません、はい、そんな感じなんですけど、えー、と <laughs> いつも通りですね、伸ばせるからはですね、企業ノベルティ意識ということで、結構、企業ノベルティが皆さんに行き渡っていて、ですね、SNS にも上げていただいて、好評いただいて <laughs> いう感じなんでですね。 えー、今後もですね、引き続き継続していきたいと思っています。で、商品もですね、ここにいるようにどん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 増えていって、T シャツとかスウェットとか、えー、いろいろとですね、シールもウォールペインも増えていきますので、ぜひです,ですね、えー、優勝していただいて、いいえー、いただいてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。<成>はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい。 で、まあ、運用型テレビ CM 伸ばせるということで、CM の先ほどね、出てたと思うんですけども、そういったサービスもやってますので、ぜひ、グロースの時にはお声掛けをいただければと思います。どうもありがとうございます。はい。えー、ではですね、ここからチャレンジャー本番が始まります。えー、1社7分間のプレゼンテーションとなります。で、今回はえいつもより1社多く15社挑戦です。えー、まあ、バラエティ溢れる挑戦者がいらっしゃいますので、ぜひ、あの、迷う、多分ね、いろいろ迷う、 かなと思ったりしますので、ぜひ、あの、客観的な審査をいただければと思います。では、皆さん、司会、よろしくお願いします。今回、また、魅惑に戻りましてですね、えー、熱い司会をよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、大変お待たせいたしました。これから人生をかけた7分間のプレゼンテーションが始まります。トップバッターをご紹介させてください。 最初のプレゼンターはラジオトークの井上さんです。準備はよろしいでしょうかはい。それではよろしくお願いいたします。おはようございます。ラジオトーク井上です。今日は音声配信サービスラジオトークでも同時生配信をさせていただいています。私は大学で放送を専攻しラジオ制作を行っていました。その後 IT 業界に入りました。本題ですが、えー、皆さん、 ステイホームをきっかけに時間の使い方は変わりましたかクラブハウスをはじめとしてオンラインで話す、話を聞くという時間が増えた人も多いのではないでしょうか多くの人が時間を使うところに新しい産業が生まれて新しい職業が生まれます YouTube が生まれれば YouTuber が Instagramer が TikToker がと生まれてきました同じように私たちは話すことでファンがつき稼ぎ 世紀を立てるそれがラジオトークでトークを配信するラジオトーカーという人です。でもご覧ください。ラジオトークの特徴は多くのコンテンツ業ゆえの独自のレコメンドシステムです。波形データを機械学習にかけ人、テンション、話し方など107分類のカテゴリーからあなたに適切な音声をレコメンドします。 そしてユーザー投稿の仕組みがコンテンツを広げる技術を支えているんです指1本で配信から編集までできるので50万以上のコンテンツが配信されていますユーザー投稿型から集められる独自の辞書を持ったラジオトークの音声認識技術があるんです音声を動画に自動変換できますこれで 音の出せない環境にいる人に向けても TikTok やインスタのストーリーズなどコンテンツを知ってもらえるんです SNS でバズって流入するということもあります次に SNS だけではなくてラジオトークで配信すれば Spotify アマゾンミュージックアップルポッドキャストなど大手プラットフォームにも自動で配信できるんです国内の音声配信サービスで唯一できることになっています これらの手軽さから広告出稿をしないまま毎月50万人ほどの規模まで伸び、その結果芸能人、文化人など一般消費者層にも届いて使ってもらっているんです。では、肝心なマネタイズ方法なんですが、ラジオトークのみで聴けるライブというものがあり、そこでマネタイズが行われます。でもなのですが、えっと、私も起業家のからラジオトーカーとして収益を上げる一人になっています。 なので,でもこの場でですね実際にリスナーと対話することでマネタイズの仕組みというところをお見せしたいと思います一瞬いつものリスナーと対話するときのモードに戻るので、えー、少し変わるんですけれども、えー、気にしないでください、はい、めっちゃ緊張したお待たせあえ,すご,えすごいすごいすごい課金されてんじゃんうえ今いくらえ今売り上げいくら 十、十四万、え、十七万十七万売り上がってんのえ、この、なん、何分四分で。あ、すごいね。ありがとう。あ、すごい、止まんない、止まんない。ありがとう、ありがとう。ちょっと、あのね、あの、サバクラッシュしちゃったあれだから。今、いくら今、いくら二十万ぐらい。あ、そんな売り上がってんだ。そんなわけで、えー、ICC のピッチの中で、えー、二十万円以上の売り上げ上がったということで、早速次に行きたいと思います。さて、トラクションに戻ります。 今のようなライブでの応援購入を通じて売り上げも急成長していますこの売り上げのほとんどを支えているのがもともと名もない一般の人職業をラジオトーカーと呼べる人たちですさて彼女たちはなぜ課金されるのでしょうかえ中国人ムイムイという人がいますその人もラジオトーカーの一人です日本に来てまだ3年目日本語を使った仕事をすることが夢でした ラジオトークのライブでこんな風に配信していました。どうしても日本語を使って仕事がしたい。日本語を喋りたい。現実は厳しく職を失うこともありました。生活が苦しかったんですよ。一番苦しかった時が、いろんな悲しみがこみ上げてきて、もう満員で、ほぼ満員電車で泣いちゃったんですよね。もう涙が止まらなくて。 そんな彼女が日本語のプロになるべく話し続ける姿が応援されるようになったんですそういう悲しい出来事があったからただ日本語を使って喋るだけ聞いてくれてるだけでもすっごい幸せなんです。結果彼女の月次収益はなんと私の月収以上なんですいわゆる稼げるライブ配信のイメージがガラッと変わったのではないでしょうかそう見た目の美しさや 日頃の知名度ではないその人の人間が話す人生のストーリーへの共感これが音声特有のギフティングの条件なんですそしてこれだけ課金が集まったらあの憧れのアナウンサーをゲストに呼びたいとかそういった夢を叶えるエンタメに対してリスナーは投資するように応援購入しているんです。 応援購入に感謝したラジオトークをまた新しいエンタメに励み、そこに共感したリスナーがまた応援購入し、サイクルがどんどん強固なものになっています。だから、ラジオトークから生まれる音声のエンタメは、音声データにとどまりません。店内ラジオを展開したり、グッズを作ってみたり、エンタメがどんどん発展していきます。この熱量が高まるサイクルを踏まえて、私たちの目標は2つ。まずは、音声のギフティングの市場をこのまま牽引し続け、 ラジオトーカーの個人経済圏を作ることで300億円規模まで育てます。そこにとどまらず、よりエンタメを大きくする MCN 事業まで発展させます。最後に、この未来を社員平均年齢29歳の若い力で IT と放送に特化したチームで作っています。新しい産業を作り、音声のリーディングカンパニーを目指します。応援よろしくお願いいたします。 井上さん素晴らしいプレゼンテーションありがとうございましたそれではスタートアップカタパルトにいらっしゃった参加者の皆さんに改めて注意事項のお知らせです福岡県の緊急事態宣言対策措置としてソーシャルディスタンスを1メートル以上開けることが推奨されていますステージに向かって左側の椅子に座っていただき右側にお荷物を置いていただくと隣の方前の方との間隔が1メートル以上開くことになります お手数おかけしますが、皆さんどうかご協力よろしくお願いいたします。それでは次のプレゼンターを紹介させてください。2番目のプレゼンターは GoVisions の小助川さんです。準備はよろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いいたします。 ストップウォッチ止めてください。はい。大変失礼しました。小助川さん、もう一度最初からよろしくお願いいたします。あはい、マイク念のため、もう一度いただいていいですか。あ皆さん聞こえますでしょうか。はい。ありがとうございます。すみません。もう一度呼び込みからさせてください。はい。2番,の2番目のプレゼンターは、GO ビジョンズの小助川さんです。改めて準備はよろしいでしょうか。はい。大丈夫です。それでは、よろしくお願いいたします。 はい。私たちは、小中学生の好奇心を解き放つオンライン体験サービス、創造を手掛けております。この会場でお子さんいらっしゃる方いらっしゃいますでしょうかありがとうございます。子供の好奇心あることご存知でしょうか私たち、この好奇心がこれからの時代のキーワードだと考えております。そしてこの会場にいらっしゃる皆さん、好奇心を大事に生きていらっしゃる皆さんだと思っております。 でもこの日本社会なんですけどもこれまで作られた常識や制度仕組みいろんなものがですね好奇心や人の可能性を邪魔する方向に向かっていると思っています私たちはこれに挑戦するために起業しました当初はですね子どもの好奇心や夢中を夢中が見つかるテクノロジーの体験を届けるイベントで起業しております大盛況でしたイベントもですね黒字化達成でさらに投資するぞというタイミングでコロナが発生しました ただ私たち迷わずですね、オンラインにピボットしました。オンラインならば物理的距離を超えて子どもたちに届けられるからです。で1月からサービスをスタートしております。動画をご覧ください。すべてオンラインのライブで届けていきます。 子供の世界が広がる。一対数百名でもう夢中になるようなノウハウを作り上げております。いろんなことが頭にぐんぐん入ってくる感じで。楽しい。子供ってすごいなって思う画面が。なんか見つけられる場所だなって。で、子供たちがオンラインにもかかわらず、とんでもなく夢中になるんですね。そのポイントは大きく二つあります。 学校や塾では体験できないコンテンツがたくさんあるということ。二つ目はですね、正解をティーチングするんじゃなくて、子どもたちが主役になるように問いをどんどん問いかけていきます。こういう抽象度の高い問いにもですね、子もたちの発想力本当にすごいなということがあります。で、さらにまだオープンして1ヶ月なんですけども、スラックでオンラインコミュニティがあります。ここで作った作品がどんどん上がってきてます。一部ご紹介させてください。いいな 最後の「あの鬼滅の刃」の煉獄さん書いてる子供はですね自分の好きなことがこんなに他の友達から喜ばれるの初めて知ってなんとたった1ヶ月後なんですけどもユーチューバーデビューを果たしました、はい、それだけ子どもの可能性がすごいなというのを感じておりますでまだ1ヶ月始まったばっかりで今100名弱のお子さんで始まっておりますで高い評価も得ております えー、オンラインだからこそ兄弟姉妹参加してもリーズナブルな価格で全国の子どもへ届けていくことを目指しておりますでなぜこの授業を始めたか、えー、私には2人の子どもがいますこれが原体験となってます、えー、娘がですね小学生の時に学校に行きたくないという問題が起こりました原因は学校の先生が言われたレールをですねちゃんとやらない子を攻撃するとこのままでは娘の個性が潰されると思いました でもなんでこんな状況になってるか教育の歴史を調べてみましたびっくりしました明治維新から変わってないんですね150年間変わらない確率的な教育システム、えー、これがですね日本の同調圧力を生んだり人の可能性を潰す方向に時代が変わってなってることに気づいてしまいましたでその頃グリーンたんですがいても立ってもいられなくてリタリコっていう会社に移りましたでそこでプログラミングなどのステム教育の授業責任者をやりました でここで子供のクリエイティビティの凄さに感動しました。一方で、店舗展開では遅すぎる、多くの子供に届けられない課題にもぶち当たりました。で、じゃあ、公教育にアプローチしよう。プログラミング教育必修化のインをやりました。ただ、構造上も変われないことを実感いたしましたで。そんな中、ヒントくれたのが実は息子です。子供の好奇心あること、やりたいことを応援するしかも親の役割ないんじゃないか、妻と話しました。 まあどうやらものづくりが好きでですねロボットの教室に通うようになりましたそんな中大会に出たいというので応援しましたそこからまさかびっくりすることが起きます世界最年少小学校3年生で世界大会7位4年生の時にも8位ですねさらにおまけがついてきました孫正義育英財団に小学校5年生で入りました今朝実はですねこの会場の写真を息子に送りましたそしたらですね 孫さんと実は登壇してまして、3ヶ月前に5000名の会場で息子発表してます。その会場よりちっちゃいねパパ、大丈夫だよと背中を押してもらいました。でも親の知らない世界にも飛び立っていってるんですね。それぐらい一人一人持っている好奇心、このエネルギーってすごいなと思っております。でさらに最新の研究結果で人生の幸せに最も影響するのは 14、5歳の思春期までに興味や好奇心を大事にされた環境で育つと人生が幸せだったと思える子が圧倒的に増えるという結果が出ております。で、このコロナ禍において、認知能力と言われる強化の点数のオンライン市場のエドテック、急激に伸びております。で、確実に時代は大きく変わるので、個性や好奇心、こちらを育むオンラインの市場は、これから一気に伸びてくると私たちは確信しております。で、なぜ 確信しているかそれはでですすね、N、校の存在です個性や好奇心を尊重する N 校なんと5年でこの4月でですね2万人超もう日本最大の学校なんですねオンラインスクールです、えー、ちなみに私の長女もですね私立中高一貫校を辞めて、えー、4月から N 校に入りますそして2万人超なんですけども推定売上げはもう70億円を超えるとこれはもうもんど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 んもっと大きくなると思っております で、私たち、実は、小学校、高学年から中学校です一番不登校が増えるんですけども、そこに合わせてですね、今のコンテンツなど、スタジオを全部流用する形で、オンラインのスクールを作っていきます。で、子供たちの可能性を解き放っていきます。えー、私たちは、好奇心や人の可能性を伸ばす教育の選択肢をどんどん作ってですね、150年続く確一的教育システムへチャレンジしていきます。 一度きりの人生、このビジョンを成し遂げないと、えー、死んでも死にきれないと思っております。そして、そのためにはですね、まだまだ力が足りません。この会場にいらっしゃる皆さん、好奇心を大切に、えー、している皆さんだと思っております。ぜひ、お力を貸していただきたいと考えております。本日はありがとうございました。小す川さん、サービスの通り、ワクワクするようなプレゼンテーション、どうもありがとうございました。続いて、3番目のプレゼンターの紹介です。 3番目のプレゼンターはユニットの近藤さんです。準備はよろしいでしょうかはい、大丈夫です。それでは近藤さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。2020年の新しい家賃システム、リレントを開発しております。株式会社ユニットの近藤と申します。よろしくお願いします。本日ですね、皆さんに3つほど、えっ、ー、とー、 覚えていただきたいことがあります。一つ目が僕たちユニットとリレントを知ってもらうこと。二つ目がリレントを理解してもらうこと。そして三つ目が応援していただきたいです。よろしくお願いします。まずユニットなんですけれども、ユニットは家に帰らない日は家賃を払わなくていい。日本初の料金システムを導入した居住プラットフォームとなっております。いわゆるブッキングドットコムとかエアビーのクラス版なんですけれども、家に帰らない日は家賃を払わなくていいという。 例えば、この中にユニ,ユニットユーザーさんがいるとですね、今日は家賃払ってないと思います。特徴です。資金・礼金のない、あの初期費用の限りなく少ない料金システムと、日本初の帰らない日は家賃かからないイベントシステムというものを採用しています。そして契約期間は1ヶ月からなので、まあ、手軽な住み替えが可能となっております。どういうことなのか、ちょっと簡単にサイトの方を説明させていただきます。 あのよろしければ皆さん UNITO と検索していただいて実際のサイトをご覧ください、えー、めちゃめちゃ面白いサイトとなっております、まあ、エリア予算でお部屋を検索して、えー、と該当するお部屋を見つけるんですけれども最大の特徴がですねその外泊日をこう月に何日留守にしますっていう風に押すとですね勝手に家賃がどんどんコントロールされて自分の最適化された料金が表示されるっていうのが特徴になっておりますはい で一般賃貸とユニットの違いなんですけれども、ユニットは限りなくソフトウェアに近しいあの居住プラットフォームとなっております。全部家具家電付きで、保険が自動負担で、光熱費、管理費、インターネットが完備されていて、1ヶ月ごとの契約解約が可能と、そして家に帰らない日は家賃が安くなる、えー、こんな感じです、ね、初期費用の比較としても、15万円の渋谷のマンションが掲載されているんですけれども、一般的なところはだいたい家具家電の購入費込みで100万ぐらいかかってしまうと。 ユニットの場合はデポジット含めて20万円でいいと、こういうような仕組みになっております。じゃあなぜ家賃が安くなるのか、ここでリレントというものが出てくるんですけれども、リレントというのは、あの自分が留守の日に勝手に僕たちのアプリでリレント申請をするとですね、ブッキングドットコムとか Airb みたいな OTA サイトに出て旅行者が付くっていうようなサービスになります。 え、変わってる点が、民泊の運営とちょっと似てるんですけど、変わってる点が2点ありまして、1つが、お掃除とか面倒なオペレーションがいらない。そして、2つ目が必ず家賃が下がる。という点になります。これどういうことかと申しますと、あの、まずですね、家賃安くなる金額が、一般的な宿泊単価の半額ぐらいになるので、オーナーさんとしても、その2倍ぐらいの金額で、えー、っと、 何て言うんでしょう、そのホテルとして出すことによって、まあ、収益の最大化ができるというような仕組みになります。ピンクがユニットの長期滞在者で、青いのが、あのー、ユニットのユーザーさんがいない時に来る宿泊者の方々になりますね。じゃどんな部屋に住めるのか。これちょっと皆さん、薄々お気づきかもしれないんですけれども、ホテルだったりとか、あのサービスアパートメントだったりとか。 そういう物件に住めます。今、帝国ホテルさんとか、すぐサービスアパートメントにどんどんなっているかと思うんですけれども、僕たちは2年前からこういう未来が来ると信じてプロダクトを作ってきました。おかげさまで、ローンチ10ヶ月で、掲載数が2500室を突破しております。では、どんなユーザーがいるのかと申しますと、あの、皆、審査員の皆さんというよりも、もしくは審査員の皆さんが若かった頃、もし新卒ゴリゴリ働いてたぜっていう時とか、まあ、その企業の若手の方々を想像してみてください。 20代でまだ結婚していなくて、えー、目黒都心に住んでいて実家が、まあ、首都近郊にありますよとで東京都心で仕事をしているそういう方々っていうのは実家から通うのは毎日通うのはちょっと辛いなとかリモートワークも可能な職場だなととはいええー、彼氏彼女の家とか実家に帰ることもできるから比較的2拠点目が近いそういう人たちが多いんじゃないでしょうかでこういう方々の1週間のスケジュールっていうのは だいたい週23は出社をしてその他はまはあ、どこにいてもいいそうなった時に東京に週7日家を持つ必要が本当にあるんだろうかと僕たちは考えましたえマーケットサイズなんですけれども首都近郊一人暮らししている方々っていうのが440万人8.4兆円のマーケットがありますその中でえアンケートをしてですね週に2日以上家に帰らないことがある人っていうのー45.5%いるんですねとなると潜在市場としては200万人 4兆円のマーケットがそこにはあります。実際にですね、えー、とローンチ10ヶ月で会員、えー、登録者数が4000人、200人前後の人々が今ユニットを使っていて、えー、ローンチ1年で、えー、3万泊に届く見込みです。これは Airbnb の2009年の数値とほぼ一緒というような形で僕たちもそういうプロダクトにするべく今頑張っております。市場の課題と市場の成長性を最後にご説明させてください。 コロナ以前もあった宿泊マーケットの課題なんですけれども、まあ、ホテル都心に多いと供給過多になったら稼働率が閑散期は特に減るそして繁忙期と閑散期の価格差というのが日本は特に問題なんですねその一泊えっ、ー、とオリンピックの時は3万円だけど平日は4000円だよねみたいなホテルとかたくさんあると思いますまた今コロナで海外旅行者が来なかったりとか出張でそのやっぱ平日の閑散期のマーケットが半減してしまうと そういった中で僕たちは平日の閑散期にユニットのゲストに住んでもらって繁忙期は一般的な旅行客で取るというこの二毛作を宿泊施設の方々に提案しておりますホテル民泊のマーケットサイズは24万室ぐらいで未開業もまだまだ3万室ほどある大きなマーケットです宿泊と賃貸市場をつないで新しい暮らしマーケットを作るそれがユニットの役割だと思っております 最後にコロナによって新しいライフスタイルが構築されつつある2021年に私たちユニットはリレントを通してアフターコロナの新しい暮らしを提供するインフラとなりますあらゆる人に豊かな人生を届けていきたいと思いますありがとうございました近藤さんピンチをチャンスに変える素晴らしいサービスそして挑戦のプレゼンテーションどうもありがとうございましたそれでは次のプレゼンターを紹介します 次のプレゼンターはチルスタックの谷さんです準備はよろしいでしょうかはい大丈夫ですそれではよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、えー、チルスタックの谷と申します、えー、我々は経費の不正利用を検知するサービスステナを提供しております突然ですが皆さん、えー、健康診断されてますでしょうか健康診断は病気の早期発見とご自身の健康状態を把握するために、えー、行われているかと思います 自分では健康だと思っていても、健康診断の結果によって思わぬ病気が見つかるということもあるのではないでしょうか、えー。我々はこれを企業の経費に置き換えました。経費を使い込むという企業の病気を早期発見し、再発防止へつなげる。または、経費の不正状況を把握することによって、コンプライアンスマネジメントに役立てる。それがステナを使った、えー、企業の健康診断です。 先ほどの健康診体の健康診断と同じように今まで気づかなかった思わぬ不正経費が見つかるということも十分にあるかと思いますではどのように我々が検知を行っているのかご説明いたしますこの1枚の領収書を見て不正か判断できますでしょうか1万円の会食です参加者は2名1人5000円で昨日です一見するととてももっともらしく1枚の領収書から 不正か判断することはとはても難しいかと思いますしかし時系列で見るとおかしいことがよくわかると思います、えー、こちらのように同じような方々ととても高頻度で会食されていますつまりこれらの申請はプライベートな利用であるということが言えると思いますステナでは行動の前後から分析し検知ルールを設定することによって不正の発見を行っております こちらのように様々な不正があり、手口はすでに分かっております。手口を一つずつルール化、または AI によってルールを構築し、適用していく、そのシステムがステナの特徴です。この中から一つ具体的なアウトプット例をお見せしたいと思います。こちらは普段の申請パターンとは異なる申請を検知するものです。この図の縦軸はステナによって算出された不正申請のスコアです。左の方は普段200円の電車代や 2000円のレンタカー代を申請われわれのステナでは赤い点の4000円のレンタカーや2万円のレンタサイクルなどこの方ではまれな申請を検知しています右の方も同様に100円の電車代を頻繁に申請されていますがこの方で唯一あった IC カードでのバス代駐車場代が検知されました申請者の過去のデータをもとに検知しているので2回目の駐車場代は検知されていません 今まで経理担当者様が一つ一つ目視で申請を確認していた業務を異常な申請のみチェックすることにより業務の効率化も図れると思っております。では実際にどのように診断を使えていただけるかご説明したいと思います。我々の診断はですね、フリーやコンカ、マネーフォワードなどのシステムから CSV を吐き出していただき、ステナにアップロードしていただきます。そして診断が完了すると結果はダッシュボードから確認でき、 えー、非常に簡単に不正経費のチェックを行います。ではここでデモをご覧ください。えー、最初に経費のデータをアップロードしていただきます。次に会議費や、えー、交際費などの、えー、同席者情報ですね、こちらをアップロードしていただきます。すると診断が開始され、えー、結果がダッシュボードで出力されます。 ダッシュボードは不不正正経費の金額ととと疑わしい申請者が不正スコアもに出力されておりま,すまた申請者の不正な明細の一覧だったりとか過去の検知結果なども確認することができますこのように CSV をアップロードするだけでとても簡単に診断が行えます実際に1万人規模の会社様からこのような結果が出ました なんと20ヶ月で2500万円以上の不正な会計が発見されたのです。こちらの金額、内訳としては交際費の不正が非常に多かったです。この2500万円の不正は従業員1人当たり2000円という金額になっています。さらに部署ごとに不正金額を集計したところ、最も不正金額が多い部署では1人当たり8万円となりました。えー、そして我々のビジネスモデルでは1回 単位の診断プラン、CSV をアップロードしていただくだけで、1人1000円、最低5万円から診断サービスを行っております。よりリアルタイムに不正を検知、改善したいと思いの方は、月額30万円から、各社それぞれルールをカスタマイズすることが可能となっており、健全なコンプライアンスマネジメントが行えます。そして診断サービスはどのような方にお使いいただけるかご説明したいと思います。 皆さん、一年の決算行われているかと思います。3月末決算の企業様も多いのではないでしょうか。年度末、会計を締める前に、私たちに CSV を送っていただければ、何が不正なのかわかります。それによって利益の金額、従業員一人当たり2000円ほど変わるかもしれません。 さらにですね、ベンチャーキャピタルなどの投資会社様が投資先のコンプライアンスが保たれているか、よくお金が使い込まれたというケースがあるかと思います。ステナを使うことによってそれもわかります。監査法人も今は人手不足です。このようなシステムを使うことによって効率化が進むと考えております。マーケットです。診断サービスは1人1000円なので、簡単に言うと日本全国の企業でもお使いいただけます。リアルタイム性の高い月額プランでは、 えー、約1000人規模の企業様がターゲットとなっております。合計すると750億円のマーケットを見込んでおります。えー、そして最後にですね、我々チルスタックの紹介をさせてください。えー、私たちは、えー、法政大学の AI 研究室の4人から始まった、えー、AI セキュリティよりのベンチャー企業です。AI を使ったセキュリティや AI を守るセキュリティを行っております。我々の強みは、えー、高精度な AI 技術力と 大規模なデータを解析するインフラ技術力です。それを示すものとして、我々はゲームの不正検知も行っていて、1000万ダウンロードを超える大型タイトルに導入していただき、毎月2テラのデータをさばいております。さらに4万5000以上の不正ユーザーを検知することに成功しました。我々はこの技術力を活用し、会社経費の健全化を行います。1年間の経費データから簡単に企業の健康診断を行うステナです。 応援のほどよろしくお願いいたします。人だけではなく企業にも健康診断を。谷さん素晴らしいプレゼンテーションどうもありがとうございました。それでは次のプレゼンターの紹介です。次のプレゼンターはコラーニングの塚本さんです。準備はよろしいでしょうか。はい、お願いします。それでは塚本さんよろしくお願いします。競争ラーニングプラットフォームでマーケティング人材育成を。コラーニングの塚本です。 経営者の皆様、突然ですが、こんな悩みありませんかマーケティングを強化したいけど、人もなかなか取れないし、スキルはバラバラだし、何から始めればいいのか偏差値30の人と70の人が混ざってると、チーム運営って難しいですよね。伸ばせるの CM のようなスキルや意識のズレマーケティングの現場ではよくある大問題です。まずはここから解決しましょう。解決するためには、全員の偏差値を60ぐらいまで底上げし、 品質で共通言語のある組織を作る必要があります。でもマーケティングってどう底上げするイメージですかだいたい本や研修、OJT といった感じではないでしょうかでもそれぞれ課題があるんです。本はちゃんと読んだか見えないですし理解にばらつきが出ます。研修は時間や金額のハードルが高いですよね。しかも出席ぐらいしか把握できないものが多いです。OJT 頼みの企業も多いですが上司運が悪く、 5歳児ぐらいの先輩が3歳児ぐらい教えてるみたいな、あの、どうにも育たないペアっていうのをよく見かけます。育たないですね。そう、選択肢がまだ足りないんです。大多数の企業が困っているのでコラーニングを作りました。ICC ではおなじみですが、弊社 CMO の西、社外取締役の西口をはじめ、業界のエキスパートから集めたノウハウを独自のチャット型アプリで企業に届けています。早速、特許も申請中の アプリ体験をご覧ください。私のスマホでは1枚目の画面で Facebook や仕事アプリの横にすぐ使えるようにとコラーニングを置いています。タップすると本のようにテーマごとに学びが並んでいます。早速一つ進めてみましょう。新感覚のチャット小説型の学びです。指でスワイプしながら自分の理解で、理解ペースで進めることができます。いつでもどこでも休憩時間や通勤など毎日15分。 勉強の物理的な制約を極限までなくしました。無駄にしていた隙間時間が有用なチリも学習に変わっていきます。次に理解度を高める工夫です。本や動画は黙々とやる孤独さがありますよね。コラーニングは随所にマンツーマンレッスンのような双方向体験が入っています。ここではリピーターをどうやって作るかをクイズで聞かれています。えっと、1個目と3個目にしてみました。 はい、なんとか正解しました。分かっているようで実際にやってみると間違えたりします。すぐに正解があり解説があるので理解が深まります。各所にあるアンケートでは同僚とみんなで to do を考えてもらっています。回答すると他の同僚のアイデアが見えます。良質な学びの後なのでとても具体的なアイデアが出てますね。これを議論や実行につなげることでたくさんの企業で業績アップが起きてるんです。 利用者にはこのランキングで個人ごとの学習時間や進捗をすべて見える化しています。サボってるとバレバレです。1ヶ月間になんと400回もこのランキングを見に来た人がいるほどゲーム性を生み継続性につながってるんです。上司はダッ,プダッシュボードで進捗やスキルアップすべてを把握することができます。A さんは結構長時間やってるな。B さんは復讐熱心だ。 C さんはすごく理解しているなどわかるので、もう課題図書のように部下を疑うという必要がありません。カリキュラムです。全員が知っておくべき知識を網羅,網羅しました。広告や CRM などの手段スキルにとどまらず、マインドやキャリア、マーケティングに紐づくビジネススキル、そして最も重要である顧客理解などバランスの良い基礎ができます。コラーニングのコンテンツは作って始まりの継続改善型です。 再撮影が必要なので、内容が古いままになりやすい授業動画と比べると、テキストベースであるチャット型は修正しやすいのが利点です。変化が早い分なので、アハ分野なので、最新トレンドにアップデートするのに加え、このように顧客のフィードバックや利用データで改善し続けるため、いつもピカピカのコンテンツです。この顧客競争型でグロスする点はサービス品質の根幹になってます。料金です。 手厚いサポートまで全て揃って1社月々10万円からで提供しています。本の方が多少は安いかもしれませんが、チームにスキルとして定着させるのは非常に難しいです。コラーニングは1人当たりたった月1万円で組織の共通理解ができます。実績です。先日、お客様にアプリをどこに置いているのか聞いてみました。たくさんの方が私と同じように1枚目だよとキャプチャーを送ってくださり嬉しくなりました。 もう LINE、SNS、ニュースなど名だたるアプリの横で毎日使ってくださっている方がたくさんいます。この30人のグループ、1ヶ月の30日のうち、なんと平均で15日間も学習しています。コラーニングではこれが一般的な利用状況になってきました。コロナ禍でリモートの育成が課題になっている企業も多く、ブランド、代理店、両方の有名企業に続々導入が進んでいます。タクシー CM にも出ていただいた DMM の竹江様のコメントです。 担当領域を超えて知識をみんなについた、勝手に共通言語化された、まさに冒頭に申し上げた偏差値60円の底上げを実現しています。フルコミットはまだ4人ですが、業務委託のプロ数十人を巻き込み、法人化半年で売り上げはあらりで1000万円をもう突破しています。数ヶ月間のタクシー CM で非常に良い結果が得られたため、今月からテレビ CM にもチャレンジ中です。チームです。事業経験豊富で、 役員上場経験もある私と、西西口という業界トップのマーケッターというボードでさらに成長にチャレンジしています。さなるの可能性です。エキスパートのノウハウを最大化するというコラーニングの基本形、マーケティングだけにとどまりません。例えば、ミワさんのプレゼン、営業、AI など、あらゆるものに活用できます。すでにいくつかの準備が進んでいます。つまり、これは素晴らしいノウハウに命を吹き込み、社会を変えていく散歩よしの新しいラーニングプラットフォーム作りへのチャレンジです。市場ポテンシャルです。 日本は欧米諸国に比べてすっかり生産性で遅れをとっています。そこで今 DX が盛り上がっていますがデジタル化することだけで十分でしょうか実は欧米諸国に比べて圧倒的に足りないのが企業内の人材育成の投資です。コラーニングは教育そのものをデジタル化することで GDP 比率1%という先進国との大きなギャップ解消にチャレンジしています。5年前に総務省から社会人の1人当たりの1日の学習量が6分と発表されてましたが日本人って本当に真面目なんでしょうか 待ったなしの状況ですが何とかできる気がします新しい学びのカルチャーを日本に作りましょう最後に興味のある方はぜひご導入ご検討くださいあとノウハウをお持ちの方はぜひ一緒にコクリエーションしましょうコラーニング塚本でしたありがとうございました塚本さん素晴らしいプレゼンテーションそして私の本の紹介まで本当にありがとうございますはいここで審査員の皆様に一つお知らせです 審査員の皆様の右手にあるトレーにはえこれからプレゼンをされる辻さんの漢方をはじめとした一部のプロダクトが置いてありますなので実際のプロダクトをお手に取りながらプレゼンテーションを楽しんでいただけたらと思いますそれでは次のプレゼンターを紹介させてください次のプレゼンターは養生テクノロジーズの辻さんです準備はよろしいでしょうかはいよろしくお願いしますそれでは辻さんよろしくお願いいたします おはようございます。株式会社洋上テクノロジーズ代表の辻と申します。私たちは皆様のセルフケアを支援するオンライン薬局を運営しております。私は前職大学病院にて医師として勤務しておりました。そこで患者問題意識というのは患者と医療者の間に大きな距離が存在するということです。現状の医療では医療者と患者の接点は医療機関もしくは薬局のみ、 その唯一の接点も、ほとんどの場合、数分の診療や服薬指導で終わってしまいます。最新がない限り、アフターフォローの機会というのもないのが現状ではないでしょうか。私たち養生が目指す未来というのは、医療者といつでも相談ができ、個別丁寧な診療やアドバイスが受けられ、その後のアフターフォローもきちんと行われる、そのようなシームレスな医療体験になります。 そのために私たちが注目しているのが、このセルフケア、セルフメディケーションの領域です。セルフケアとは、個人が健康維持のためにサブリや市販薬を購入して服用することを指しますが、数万種類もある医薬品の中から、自ら適切なものを選び、それを継続的に服用するというのは非常に大変なことです。私たちは、そのようなヘルスケアの課題に対して、医療者を介在させることで、この実践というのをサポートしてまいります。 サービス概要です。LINE をプラットフォームとしてユーザーの一生涯の健康をサポートするオンライン薬局、養生を運営しております。動画をご覧ください。まず、LINE で自分の悩んでいる症状を選択していただきます。その後、症状に合わせた20問ほどの問診にイエス・ o ノ n で回答していただきます。結果説明を見るというボタンを押していただくことで自動で結果説明がこのような形で出力されます。 また、その後、薬剤師にチャットで相談することも可能です。医薬品が決まりましたら、四ツ谷にある薬局にて、このような形で分法を行い、最終的に30日分の医薬品を自宅まで届ける。そういったサービスになっております。私たちのサービスは、ただ医薬品を購入して終了ではございません。その後のアフターフォローに力を入れているというのが大きな特徴になっております。 例えば、健康情報というのを入力していただくことで、弊社の薬剤師が適切なアドバイスを行います。また、月に一度、定期問診を実施しており、医薬品服用後の効果の実感の有無などを確認しながら、必要に応じて医薬品の変更や追加などをご提案しております。このように薬剤師が継続的にアフターフォローすることが、お客様の満足度向上につながっています。現在、我々のサービスは、成立、不妊、冷え症、更年期など、 不定収穫で悩まれる女性の方を中心にご利用いただいております。シーンエリステストと呼ばれる、もしこのプロダクトが明日使えなくなったとしたらどう感じますかという質問に対して、62%ものお客様がとても残念であるというように回答していただいております。現在のトラクションです。LINE 登録者数4万人、総顧客数2000人、CAC 分の LTV5 以上と非常に好調です。 ここまで養女の概要についてご説明してまいりましたが、ここから養女の強みというのを3つご紹介させていただきます。まず1つ目が高効率なチャットオペレーションです。私たち養女の LINE には月間数万人ものお客さんが LINE 登録し、薬剤師と医療相談を行いますが、すべてのチャットに対して属人的に返信するというのは非常に時間がかかります。私たちはこの課題を IT を使うことで解決しました。例えば、 え、問診後の結果説明というのを自動で出したり、薬剤師がチャット対応するために使う管理者画面というのを独自で実装することで、その UIUX を日々改善しております。その結果、お客様一人購入するあたりの薬剤師人件費が、実はこれまで1万円以上かかっていたんですが、現在1000円台まで落とすことが可能となりました。私たちの強みは生産性向上だけではございません。 医薬品提案のパーソナライズの質自体も常に向上しております。先ほど申し上げた通り、私たちは月に一度定期問診をして医薬品の変更や追加などをご提案しておりますが、その PDCA のデータというのが弊社のデータベース上に格納されております。そのデータをアルゴリズムに反映させることによって、よりユーザーに適した情報をお届けすることが可能となりました。 三つ目の強みですが、私たちは薬剤師のリモートワーク体制というのを実現することで、薬剤師の新しい働き方をご提案しております。リモートの薬剤師がチャットの下書きを作成し、それを本部にいる薬剤師がチャットの内容のチェック及び送信という分業体制を引くことで、これまで育児や介護といった様々な理由で離職せざるを得なかった全国に数万人も言われていると言われている潜在薬剤師の方の え、雇用というのを創出しました。以上をまとめますと、私たちの強みは、リモートワーク体制を築くことにより、え、優秀な薬剤師の採用というのを容易にし、その薬剤師一人当たりのチャットの生産性も高く、かつその質というのも向上している。それが養生の特徴です。現在、私たちのサービスは、漢方とサブリを中心にお届けしておりますが、今月より処方薬の取り扱いを開始しました。 また、セルフケアを実践するためには、現在の健康情報状態を確認することも非常に重要ですので、検査キットの販売も予定しております。このように、オンラインにおける様々なセルフケアのニーズ、課題に対して、私たちオンライン薬局の薬剤師がお悩みに答え、必要に応じて適切なソリューションや検査キットをお届けしていく。その結果、お客様の症状改善にコミットしていくというのが、私たちが目指す未来になります。 この未来を実現するメンバーも揃ってきております。医師と機械学習エンジニアで創業した会社ですが、CS、開発、マーケティング、各チームに社員メンバーが加わり、非常に実行力のある組織になってきております。また、20代が中心の若い組織を補完するため、様々な領域で第一人者として活躍されている株主の方々にもご支援していただいております。私たちはこのメンバーと共とに、患者満足度世界一というミッションに向けて日々努力をしております。 このコロナ情勢、緊迫する医療業界をより良いものにしていくため、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。辻さん、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。審査員の皆様に改めてご連絡です。今、登壇された辻さんが、えー、おっしゃっていた漢方皆さんがお手に取っていただいたものですが、こちら、お持ち帰り OK なものになりますので、お忘れないようよろしくお願いいたします。また 途中からご参加いただいた参加者皆様に改めて注意事項のご連絡です。現在、福岡県の緊急事態宣言対応措置として、ソーシャルディスタンスを1メートル以上空けることが推奨されています。ステージに向かって左側の椅子にご着席いただき、右側の椅子にお荷物を置いていただくと、1メートル以上の距離を維持することができます。お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 そして新型コロナウイルス感染対策としてセッション中、このスタートアップカタパルトも含めて基本的なセッション中はフェイスシールドとマスクの着用をお願いしております。参加者の皆様、お手数をおかけしますが徹底いただきますようご協力よろしくお願いいたします。 まだ注意事項を続けてご説明させていただきます。今回のスタートアップカタパルトをはじめ今後のセッションも含めてセッションの妨げにならないよう携帯の電源はオフかマナーモードに切り替えていただきますようよろしくお願いいたします。 福岡県の緊急事態宣言対応措置としてソーシャルディスタンスを1メートル以上空けることが推奨されていますステージに向かって左側の椅子に座っていただき右側の椅子にお荷物を置いていただくと1メートル以上の距離を出すことができますお手数をおかけしますがご協力のほどよろしくお願いいたします すいません次のプレゼンターの登壇準備機材チェックを進めておりますのでもうしばらくだけお待ちください,、はい。あと少しで準備が完了できそうですので少しお待ちください。 はい、ありがとうございます大変お待たせいたしましたそれでは次のプレゼンターを紹介いたします次のプレゼンターはパートナーサクセスの永田さんです準備はよろしいでしょうかはい大丈夫ですそれでは永田さんよろしくお願いいたしますはいこんにちはパートナーサクセスの永田です、えー、私たちは 代理店戦略のの可能性をを最大化すする代代理理理店店管ククラウドパーートナーサクセスの提供を行っています、えー、代理店戦略は三大販売チャンネルの一つです。約80%の企業がこの代理店販売チャンネルを活用していると言われています。2020年8月の ZoomJapan の発表では、日本のマーケットにおける導入者数は2500社から1万5000社へ伸び、なんとこの70%の売上が販売代理店経由でした。 うまく販売代理店チャンネルを活用すると、短期的で急速な事業拡大が見込める一方、うまくいかない企業が多いのも実情です。代理店戦略には勝ち方があるんです。代理店戦略、成功の方程式は、代理店数×営業力×実動人数です。代理店数のみを KPI として追っていて、営業力と実動人数の把握を が抜けている企業が多いんですますさらに代理店戦略は日発の法則です2割のアクティブな代理店が8割の売上を上げる10社契約したら10社動くわけではありません代理店戦略成功の鍵はズバリキーマンの存在ですソフトバンクやリクルートなど代理店戦略のうまい会社はこのキーマンの把握する力が優れています キーマンを把握し、うまくいっているノウハウや事例を素早く横展開することで、全体の営業力向上を促しています。では、なぜキーマンの把握や実動人数の把握ができないのでしょうかそれはアナログで煩雑な伝言ゲームになってしまう仕組みに原因がありました。まず、関係者が多く、コミュニケーションが複雑です。さらに、 ツールがでバラ、バラで対応は煩雑で俗人化し,ていますしかも、この対応を複数の代理店と行わなければならず、えー、営業キーマンの情報はブラックボックス化してしまっています。はい、皆さん、この中にキーマンがいます。見つけることはできますでしょうか正解はこちらです、えー。これではキーマンの把握は難しいですよね。 私たちはアナログで管に頼った代理店戦略からテクノロジーを駆使し伴走する代理店戦略へ進化させます。それではデモをご覧ください。まずメーカーの担当者がしてもらうのは商品ページの作成をしていただきます。商品情報と申し込み書をアップロードします。それでは使ってみましょう。え代理店の営業担当はパートナーサクセス上で 申し込みの案件の確認や受注申請を行うことができます。顧客情報を入力し、あらかじめ登録されている商品を選択するだけ。受注申請もワンクリックで完了します。もう複雑な入力はいりません。スマートフォンから入力することができるので、申請のためだけに会社に戻る必要もなくなりました。代理店からの申請はメーカーにお知らせで届きます。内容を確認し、 承認ボタンを押せば売上に反映されますメーカーは、えー、リアルタイムで売上げや件数を確認できるだけではなく代理店からの案件の進捗の報告さらに代理店の企業別の売上げランキングそして商品別の売上げランキングさらに、えー、個人の売上げランキングまでリアルタイムに可視化することができますまたパートナーサクセス上で代理店の応募ォームを作ることができ 代理店の応募から契約までのプロセスも管理することが可能になりました導入効果ですパートナーサクセスは従来のシステムに比べ導入コストを約90%削減することに成功しましたまたメーカーも代理店も一連の業務作業のうち56%を自動化し削減することに成功していますビジネスモデルです パートナーサクセスはサースモデルでメーカーが課金をし、代理店は基本無料で使っていただきます。メーカーは月額1万円から利用することができ、1代理店あたり3000円の課金になります。この代理店の中に所属している営業担当の方のメンバー ID は無制限に発行していただけるのが大きな特徴です。また、ええ 代理店戦略立ち上げのフェーズの企業様には、たった90日で代理店プログラムを構築するコンサルティングサービスを今月2月から開始しました。クローズドで3ヶ月の運用を開始、運用しましたが、すでに10社のお申し込みをいただいています。実績です。大企業、スタートアップ、販売代理店まで様々な業界の企業の導入が進んできています。 サービスリリースから900社を超えるお問い合わせをいただき売上も順調に伸びてきていますマーケットです私たちのターゲットは販売代理店を持つメーカー一次代理店、二次代理店ですサービス数に応じて販売チャンネルは存在します私たちは日本の中小企業421万社をエンドユーザーに取り込むポテンシャルを秘めています今後の展望です API でさまざまな機関システムと連携し、日本国内唯一の販売代理店のデータベースを構築していきます。また、取引実績をもとに信用スコア化することで、企業同士のマッチング、そしてフィンテックまで展開を予定しています。え最後にメンバーです、えー。私は今回2回目の企業です。これまで、えー、1社目設立後は、グーグルやリコーなど大企業の代理店制度構築を手掛けてきました。 3年で10億,10億円規模の事、えー、業に拡大させた実績もあります、えー、メンバーは平均年齢36歳 B2B ビジネス経験後スタートアップで活躍したメンバーが集まってきていますスモールビジネスから世界を変えるビジネスエコシステムの構築パートナーサクセス永田でしたありがとうございます永田さん素晴らしいプレゼンテーションありがとうございましたここで改めて審査員の皆様 次に登壇される西野様ですが、えー、皆様に審査員の皆様に見ていただきたいものが2つございます一つは皆様の審査員席の右側にあるお手元にあるマウスピースこれは皆様お一人お一人にあるものですがもう一つこれからキットをお見せいたしますスタッフがですね、皆さん審査員の皆様の前をこれからプレゼンをしている間通りながらお見せしますのでちょっとお足元だけ気をつけていただければと思いますそれでは次のプレゼンターの紹介です 次のプレゼンターは、オーマイティースの西野さんです。準備はよろしいでしょうかはい、よろしくお願いします。それでは、西野さん、よろしくお願いいたします。自宅で歯並び直しませんか歯科矯正 DCC ブランド、オーマイティースの西野です。審査員の皆さん、お手元にある白いマウスピースケースから、実際にマウスピース、お手に取ってみてください。ありがとうございます。私たちは、 この透明で目立たないマースピースを使って平均3ヶ月でガタガタの歯並びをきれいにする。そんなサービスを提供しています。ターゲットです。オーマイティースのターゲットはまさに今このプレゼンを聞いてくださっている皆様のような方々です。実際にオーマイティースのユーザーは男性7割、26から40歳、職業は IT 系。こんな方々に利用されているブランドです。 それでは早速デモをご覧ください。ユーザーはスマホでサクッと来店予約。表参道にあるオーマイティ専門のクリニックにチェックインし、ドクターによるカウンセリングと博多スキャンを受けます。なんとここまでの体験無料です。シミュレーションを確認し、正面すると自宅に強制キットが届きます。あとは専属医療チームの指示に従ってマウスピースを装着するだけ。 日々の共生生活は LINE を活用したオンライン診療でトラックしていきますこれがオーマイティスの共生体験ですでは実際にオーマイティスでどのような成果が出ているのでしょう症例をご覧ください例えばこの方スキッパに悩んでいた IT ベンチャーの営業ですたった3ヶ月で右側のように改善 今では手で口を隠さず、自信を持ってお客さんに営業できる、なりました。中にはこんな症例も。これはマウスピース矯正に治るのそう思うかもしれません。しかしこれも、たった3ヶ月で右側のように改善。矯正と聞くと、このように歯に金具をつけるもの、そんなふうにイメージされるかもしれません。しかし、オーマイティースは全く気づかずに矯正することができるんです。 ちなみに、どのくらいバレないかというと、実は今まさに私自身装着しているんです。滑舌の悪さはもともとです。しかし、マウスピース矯正継続は困難という課題があります。食事中と歯磨きの時以外、1日20時間以上マウスピースを装着しないといけないんです。 そこでオーマイティースではこのように進捗状況を可視化したり、このままでは予定通り卒業できないですよ、といったアラートを出すことでモチベーションを維持しています。その結果、オーマイティースのユーザーの98%が予定通り強制を終えられています。一般的な強制では1から2割ほどがドロップアウトしてしまう。そんなデータもあるので、この数字は驚異的。価格です。t 2 c モデルによる中間コストカットと、 治療範囲を前歯に特化することで、従来の矯正の約3分の1の価格を実現しました。いろいろ利用すれば、月々9800円からお手軽です。その結果、喜びの声を多数いただいています。NPS スコアは63.84、Google レビューは100件以上、平均4.8を維持しています。この経験を通して、我々はただ単にマウスピースを提供しているのではなく、 このように笑顔を生み出しているんだ。そんなふうに日々実感しているわけです。では、そんな笑顔を生み出すチーム、どんなチームなのでしょうか創業ストーリーと絡めてご紹介します。私、西野は、もともとワークスアプリケーションズでエンジニアをしていました。私自身、歯に悩みがあり、いろんな歯医者に通いましたが、予約したのに待たされたり、価格が不透明だったり、あまりいい体験をしてきませんでした。 特に我々が課題に思ったのが90から120万円というこの価格。そこでまずは自分たちで作ってみようと思って 3D プリンターで自作してみたところ、たった数万円でできてしまいました。価格破壊を起こせる。確信した瞬間です。この現体験を創業メンバーに話したところ、メルカリやアマゾン、DNA といったテクノロジーに精通したメンバーが次々ジョイン。 ちなみに現在、私以外はみんな副業。みんなリモートです。さらに、マースピース強制の症例数が日本一のドクターもオーマイティースのビジョンに共感。独占顧問契約を結んでいます。トラクションです。ユーザー数は毎月毎月伸びており、創業1年で月賞2000万円を超えています。ちなみに日本の歯医者の平均月賞は300万円です。 メディア掲載も増えており、ホリエモンとの対談動画もバズりました。オンラボでも優勝、オーディエンションもいただきました。我々は一発屋ではありません。なぜなら出荷強制市場、非常に魅力的だからです。オーマイティースの潜在顧客は1100万人以上。我々はここに3.8兆円のマーケットがあると考えています。もちろん全てとは言いません。我々のターゲットは皆さんのように、 スーツはファブリック東京。ビールはヨナヨナエル。じゃらんじゃなくて一級。Windows ではなく Mac を選ぶ方々です。ちなみに MacBook のシェアは大体10%。そう考えても3800億円の市場。十分大きい。まずはここを狙っていきます。では、どのように広げていくか。まずは主要都市にオーマイティ専門のクリニックを展開していきます。さらに現在、 オーマイティースの体験をコンパクトにした、こんなボックスを開発中。このモジュールを全国の歯医者さんや商業施設、ドラッグストアに設置し、証券を一気に広げていきます。最後に一つだけ皆さんに残念なお知らせ。今回の ICC サミット福岡。登壇者の笑顔率、たったの33%でした。次回の ICC サミット京都までは半年あります。 皆さんぜひオーマイティースを手に入れて最高の笑顔次回の登壇者プロフィール写真を見るのが楽しみですテクノロジーでクールな仕方たいを生み出すオーマイティースでした西野さん素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました私も笑顔を忘れてはいけないなと反省しておりますはいそれでは次のプレゼンターの紹介です 次のプレゼンターはリンクシップのニラ澤さんです。準備はよろしいでしょうかはい、大丈夫です。それではよろしくお願いいたします。はじめましてリンクシップ代表のニラ澤と申します。本日はウェルネスブランドメロウの成長戦略についてお話します。本日お話しする内容は販売を促進する目的ではなく投資家の方々に向けたプレゼンテーションになります。突然ですが皆さん、こんな経験したことありませんか 朝から夕方まで会議や資料の作成をして夜は会食に行き帰宅してから次の日の準備をして気づいたら24時を回っている翌朝は会議があるから早起きをするけどなんだか眠りが浅くなっていて仕事は山積みなのに日中頭がボーっとしてしまうそんな日々の繰り返し睡眠時間はそのままで睡眠の質を上げることによって疲労回復や ストレス緩和をしたい。そんなふうに考えたことある方、多いんじゃないでしょうか。私自身もそうでした。そんな多忙なビジネスパーソンのために、リラックス、快眠効果を持つ CBD を配合したウェネネスブランド、メロを開発しました。メロは私のある原体験から生まれました。研究に明け暮れていた大学生の頃、毎日睡眠時間を削って働いた結果、私は重度の神経痛で倒れてしまいました。 若くし何度も倒れてさすがに危機意識を持ち始めました実は私はとても真面目な性格なのでいかにそれを改善できるか試していきました生活習慣の改善からストレスの緩和のためにサウナに行ったり健康食品もたくさん試しましたそれを繰り返した結果適度な運動と十分な睡眠が重要であるこんな当たり前の答えにくっつきました実はこの時睡眠領域で一番効果実感があったのが CBD でした この時私は初めて CBD に関する論文を読み始めました。CBD と大麻草から抽出成分でストレス、不眠の解消効果を持っています。もちろん日本でも合法で使用可能です。CBD は大麻草の茎と種子から抽出しています。ちなみに葉っぱと花から取ると日本では大麻に該当して法律違反になります。今、大麻と聞いて急に距離を感じた方もいるかと思います。 実は日本で販売されている七味唐辛子の多くには大麻草の実が入っていてヘンプシールオイルは昔から料理に使われています私たちの生活と大麻由来の成分はそう遠くない位置になることを知りました当時楽天で CBD を検索すると CBD オイルやベイプが上位を占めていました実際に私も海外ブランドの CBD オイルを利用していました CBD オイルはスポイトでオイルを吸って下の根元に1分間溜めてから飲みます 効果はとても実感するんですけど、使うのが面倒で、かつ味が苦くてまずいです。私はこの時 CBD 市場において、使うのが手軽で、かつより美味しいプロダクトに勝機があると考えました。そこで私は CBD ドリンクの開発を開始、合わせて毎日使うのには手軽なサプリメントの開発も開始しました。では早速メロウについてお話をします。メロウはドリンクとサプリメント、2つのプロダクトを提供しています。 メロを話すには欠かせないこのドリンクからご説明いたしますメロのドリンクは1本あたり税抜き500円で CBD、ヤバを配合したウェレネスドリンクです実は CBD は特有の苦味を持っているんですけど私たちは独自の研究でそれを払拭することを実現しました今日は実際にメロを購入してくださっている方に感想を聞いてきましたぜひこちらご覧ください メロ僕は CBD のオイルとか水とか結構使ったんですけれどもメロウが一番味が美味しかったですあと寝る前に飲むことで体がやっぱりリラックスした感じになって睡眠の質もかなり向上しました僕睡眠のアプリを使ってるんですけれどもそれで睡眠のスコアが向上したのが確認できたんで今後も愛用していこうと思っていますご覧いただきありがとうございました 今の話をまとめるとこうなります。メロのドリンクは国内の市場において機能性または指向性で優位性を持っています。そしてメロのサプリメントは税込5980円で c b d y a に加えてテアニンも配合しています。お休み前に飲むことによってたっぷりと眠ったような朝を迎えることができます。実際にメローユーザーの計測では睡眠時間はそのままで睡眠の質が上がることが分かりました。これは私自身の体感もそうですし、 ICC パートナー代表の小林さんも同様におっしゃっていましたそしてメロンはドリンクとサプリメントフックサブスクモデルで展開をしますまずは多くの方々にドリンクを体験していただいて毎日メロンを飲みたいという方には使いやすさお得さを理由にサプリメントへ移行していただきますまだ n スは数百人規模ですがドリンクからサプリメントへの移行率は25%でサプリメント自体の継続率は85%を超えています 今後、日本のスタートアップでも CB 料理やサプリを開発するスタートアップが増えていくと考えていきます。実際に今、世界でアメリカを中心に CBD 市場は急成長を進めています。私たちは日本の CBD 市場も拡大すると考えて、この展開を進めていきます。そんな成長をするこの市場で、私たちはドリンクに注力をしていきます。ドリンクの生産において重要な要素は、初期プロダクトの開発とボトリングです。 私たちは工場と共同でチームを組むことによって初期プロジェクトの開発のノウハウを自社に蓄積ボトリングは外部に委託しています私たちは CBD 原料を自社で選定することによって安全性透明性を高くその法律面も透明性高くカバーしていますそういった取り扱いの難しい CBD 原料の調達から販売まで行えているのはスタートアップならではの強みです そして私たちはシリーズ B でボトリング G を立ち上げますメロンの一貫した提供に加えて受託を受けることにより CBD 市場の拡大に合わせて自社も成長していくそんな座組を作っていきます本日は皆さん夜通し議論をするかもしれませんぜひ入り口に置いてあるメロンサプリメントをお持ち帰りいただいてお休み前にたっぷりとした休息を体験してみてください本日はお話を聞いていただきありがとうございました スタートアップならではの熱い挑戦素早い挑戦プレゼンテーションありがとうございましたそれでは次のプレゼンターを紹介しますミラーフィットのファン・ハオさんです準備はよろしいでしょうかはい大丈夫ですそれではファンさんよろしくお願いいたしますはい、皆様はじめましてミラーフィットのコーと申しますよろしくお願いします、えー、元いバチェロレッテに参加していたコーコーと申します本日はよろしくお願いします えー、早速なんですが皆さんコロナ禍で,ですねオンラインフィットネスを経験されたことあると思います私も実際に3月4月と自宅で筋トレをしてみましたがはっきり言ってちょっと物足りないなというふうに感じておりましたもっと言うと自宅で筋トレして腹筋割った人この中に多分いらっしゃらないと思いますなぜかというとちょっと使いづらいんですねあと没入感が足りないんです正しい動きができているかどうかわからないからなんとなく動いているんだと思います じゃあ、正しく動くこと、これがなぜ必要かと言いますと、私は今全国でパーソナルジムを10店舗展開しているんですが、我々の価値は正しく動くことで正しい成果を求めるということです。だからこそ、高単価でもパーソナルトレーニングというサービスは受け入れられています。じゃあ、我々はどうやってそれをサポートするのか、こちらの全身鏡をご覧ください。 こちらは我々が開発したスマートミラーのデバイスですが、お手本となる動画と自分の動きを同時に見ながら、鏡から自分の動きのフィードバックを得て正しく動きます。また皆さん結構健康器具とか購入された経験あると思いますが、大体2ヶ月ぐらいすれば押し入れの中に行ってると思います。あと邪魔ですね、大きいものですと。ただ我々の鏡というのは薄型でおしゃれで自宅に置いてあっても邪魔にならない。やろうと思った時にスイッチをつければすぐそこにトレーナーが現れるというのが最大の価値だと思っています。 こちらデモ動画となりますあ、これ再生しないなごめんなさい、ちょっと再生あ、再生しました、すみません、えー、これ実際私の自宅なんですけども置いてある鏡の中のトレーナーと同じ動きをすることで没入感を味わいながらも正確に動くという体験ができます じゃあ我々はミラーフィットが提供する3つのサービスをご紹介させてください。VOD サービス、ライブサービス、マッチングサービスとございます。VOD では365日、24時間、好きな時に好きなものを受けていただけます。その時のやる気をすぐにサポートできます。ライブではですね、実際にライブルームに入っていただいて、全国の参加者と一緒にコミュニケーションを取りながら、またトレーナーとインタラクティブにトレーニングすることで、えー、非常に楽しんでいただきながらライブの経験ができます。 でマッチングではですねそこにオンラインで待機しているトレーナーとマッチングをしたら自分のためだけのカリキュラムを組んで鏡を通してパーソナルトレーニングが受けられます。また VOD コンテンツ今ですと,、えー、っと鏡に映った自分を見るだけにとどまるんですが3か月以内にはですね AI による姿勢推定を入れて実際に自分の動きがどれだけのパフォーマンスを発揮しているのか採点であったりゲームを付与しながら楽しんでいただけるようにしていきたいと思っています。 じゃあ我々ミラーフィットがある社会とない社会。左側がない社会ですね。従来ご自宅から皆さんヨガスタジオ、スポーツジム、ダンススクールに行ってたと思います。移動の時間やコストかかってる。で、いくつか行くとその分倍のコストと時間がかかってます。じゃあミラーフィットがあればどうなるか。自宅にある鏡の前に立てばすぐにヨガができて、スポーツができて、ダンスが習えます。そこにかかる移動の時間やコストは0円です。 我々ですね、今日時点ですでに300本近いコンテンツを持っております。年内には500から1000本のコンテンツを収録、配信していく予定となっています。筋トレに始まり、ヒート、ヨガ、ボクシング、エクササイズ、ダンス、だけにとどまらず、お坊さんとの瞑想であったり、座禅、あとはですね、家族で楽しんでいただけるようなコンテンツや、子供が鏡の前で先生と踊れるようなコンテンツもたくさんご用意しています。 ユーザー様には様々ざな方がいらっしゃいます。忙しい方、暇な方、運動ができる方、できない方、いらっしゃると思います。5分、10分、30分、45分、60分のコンテンツの中から、その日のライフスタイルに合ったものを選んでください。初級、中級、上級、自分のレベルに合ったものを選んでいただき、うまくなっていったら、どんどんそのレベルを上げていっていただけます。じゃあ、なぜこれだけ良質で豊富なコンテンツを取り揃えられるか。一つ大きな社会課題があります、フィットネスには。 トレーナーという職種はですね、雇用が非常に不安定で、場所や時間にとらわれな,な,な,なくてサービスを提供したいと思っています。特にコロナになって働き口が減少しました。ジムが閉鎖しました。給与雇用が非常に不安定な業界なんです。そのフィットネス従事者の雇用を喪失するのがミラーフィットです。 また我々が特にサポートしたいペルソナ像としては30から35歳の女性と考えています。従来、ジムに行く人であればそもそも移動と時間に時間を取られるのは嫌だなと。女性の場合は化粧も大変です。お荷物も邪魔になります。ジムに行かない方にとってはそもそもコロナで出るのが怖い、お子様がいて時間がない、キャリアウーマンは本当に忙しいんです。そういった方の課題を僕らはサポートできるし、ペインを解決できると思っています。 我々が解決するこの2つの課題、この2つのユーザーとフィットネス従事者のサポートをしていくのが我々だと思っています。創業のきっかけなんですけども、これ左にいるの実は僕なんですね。もともと太っていました。あまり自分に自信があるタイプだとも思ってませんでしたが、4年前にパーソナルトレーニングというサービスに増え、人生が変わりました。 実際にバチェロレッテ参加というところまで、えー、自分の自信を持ち上げていくことができたかなと思っています。ただ、あまりにも高く、すべての方が気軽に受けるには難しいなと、それを自宅で気軽に体験できるようにこのサービスを創業しています。弊社のメンバーですが、私以外のこの3名はですね、早稲田のビジネススクールでスマートミラーの新規事業を研究していたチームです。彼らと合流して昨年の7月にこの会社を創業いたしました。 我々の最大の罪はですね、ハードウェアの開発、ソフトウェアの開発、コンテンツ、すべて自社内で用意していることです。すべてのナレッジが自社の中に蓄積されていきます。またこの市場の成長可能性なんですが、フィットネス人口が増えていっているに加えてコロナで在宅の時間が増えています。なので我々は5年以内に10万人以上の会員を見込めると思っています。 実際に海外にあるペロトンという会社の数字をこちらご覧いただいておりますがエアロバイクを使ったオンラインフィットネス実際にここ2年で会員数が5倍まで伸びてきております我々のサービスサースプラスボックスといって導入多少費用はかかりますが月額5980円でご利用いただけます実際に初期費用を払わないで分割で購入いただけるプランもございます 2月初めにですね、先行販売を50台を試みたんですが、たった10時間で全て売れました。市場のニーズであったり、期待を感じております。このような形ですね、家を出なくても運動ができる、ヨガマット1枚で運動できる、コロナがもう怖くないという声もたくさんいただいています。我々のビジョンはいろんなサービスをこの後展開していきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。はい ファン・ファオさん、高校さん、素晴らしいプレゼンテーション、本当にありがとうございました。ここでミラーピットデバイスを機材を下ろす間に注意事項を改めてご連絡いたします。今回、福岡県の緊急事態宣言対策措置として、ソーシャルディスタンスを推奨しています。1メートル以上の距離を空けていただくために、皆様、会場から向かって、会場ステージ向かって、左側の椅子に座っていただき、右側に、 え荷物を置いていただきますようご協力よろしくお願いいたします。また審査員の皆様にお知らせです。今、スタッフが配布させているいただいているサバの燻製ですが、この後プレゼンされるフィッシュバイオテックの右田さんからの、えー、提供物になります。えー、右田さんからえ1つリクエストをいただいておりまして、プレゼンテーションの最後に 味わっていただければということで、皆さんよかったら右手手元の、えー、トレーに置いてお待ちいただけたらと思っております。はい。それでは次のプレゼンターをご紹介させてください。次のプレゼンターはフィッシュバイオテックの三木田さんです。ご準備よろしいでしょうかはい。ありがとうございます。それでは三木田さん、よろしくお願いいたします。はい。 えー、フィッシュバイオテック株式会社サバ博士の三木田です。よろしくお願いいたします。サバの完全養殖で世界を変える。我々はサバを生で食べる食文化を作っていきます。突然ですが、今年の1月1日、日経新聞で発表されました前澤優作100億円ファンド。こちらのサバの養殖事業で我々採択されております。まず既存のビジネスを説明させていただきたいと思います。 え創業のきっかけは、14年前、私と妻と二人でやってた小さな居酒屋で大人気だったサバ寿司がありまして、そのサバ寿司を妻があなたが作る料理で唯一お信はサバ寿司なので、サバ一本で頑張ったらという彼女の一言で創業をしました。最初はサバ寿司の製造販売から始めて、7年前、サバの専門の居酒屋、サバ料理専門店サバーというお店をえ創業しております。サバにちなんで38メニュー。 席数は38席、え、オープン時間は11時38分、いいサバで始まって、11時38分、いいサバで終わるという、徹底的にサバにこだわった居酒屋を、現在国内に15店舗、海外はシンガポールに3店舗展開しております。でなぜサバの養殖をしたのかというと、我々、トロサバという大きなブランドのサバを、えー、っと、現在扱っております。この大きなサバが年々取れなくなってきて、このままではビジネスができないという危機を感じて、 我々の手で最高のサバを作ろうということで、2016年、えー、素人ながらにサバの養殖をスタートさせました。現在は和歌山の串本でサバの卵から孵化した完全養殖をやっております。そしてやりながら気づいたこと、それは漁師の勘と経験に頼り、ノウハウが一切ないということに気づきました。そこで我々は n t t ドコモさんと業務提携をし、養殖のオートメーション化を現在進めております。 こちら、養殖の池巣の中にカメラを入れております。このカメラによってサカ、サバの,その健康状態をチェックしております。そして、ソナンを設置することにより、サバの魚体重、そして出荷サイズを確認していきます。将来的にはこれで在庫管理をしていきます。で、水分、あ水温と塩分濃度、酸素濃度をリアルに取ることによって、餌の給収タイミング、そして高水温による変死リスク、 で、将来的には、サバが食べたい時間に食べたい量を最適化する、最適給食量も割り出していきます。衛星観測なんですが、1週間先までの海流、温度変化、赤潮の予兆を、えっ、ー、と、事前にキャッチしていきます。このように ICT にデータを集めて AI で分析することで、我々はスマートフォンで管理するスマホ養殖を実現していきます。将来的にサバを育てながら海外旅行に行ける、そんな未来を作っていきたいと思います。 それ以外に大きな課題があります。それは養殖にかかるコストが70%、餌代が70%あるということです。我々はこの餌代を50%削減していきます。まずこのスマホ養殖による最適給滋料により無駄な餌を省きます。そしてウエストマネジメント、捨てられているものを餌に変えていきます。サバの餌は魚粉、穀類、ビタミン、ミネラルで作られております。餌の60%が魚粉と言われております。 この魚粉は現在、天然のカタクチイワシをシリア、ペルーから仕入れております。魚は魚を食べます。なので、養殖事業が大きくなればなるほど、どん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 、えっ、ー、と、天然の資源を枯渇していくことになります。我々は人工資料、要するに天然の資源に一切頼らない人工的な資料を作っていきます。それにより、またコストを下げます。そこで目をつけたのが、カンボジアのティラピアです。 ティラピアは日本では泉台として食用されております。このティラピア、1年間に6回卵を産みます。異常に繁殖します。ある一定のサイズまで餌を与えずに低コストで育て、育つことができる技術を我々今開発しております。このティラピアを乾燥、粉砕して良質な魚粉にし日本に持ってきます。このティラピア、カンボジアの農村地で現在飼育するためのプロジェクトをスタートしております。 それにより、貧困の国のタンパク質のタンパク質不足を解消します。そして、このティラビアをい、我々が買うことにより、えー、農村地の収益にもしていきます。この養殖エコノミーを貧困の国に横展開していくプロジェクトも進めていっております。次に目をつけたのが、うどんです。このうどん、サヌキ丼専門店全国にある、えー、湯がき試して大量に捨ててしまっているこのうどん、このフードロスのうどんを餌に変えていきます。 我々の人工魚粉、そしてフードロスのうどん、これでエコロジーでリサイクルなエコエサ、ハイブリッドなエコエサを我々は作っていきます。このエコエサとスマホ養殖を合体することにより、低コストでサステナブルな完全養殖を実現します。サバはブルーオーシャンです。現在日本で養殖されている90%以上がマグロ、タイ、ブリ、サーモンです。サバはまだ1%以下です。それは生で食べれないからです。 皆さんご存知のアニサキスがあるから。で、日本で養殖されている85%のサバは天然の資源を取ってきて、そのまま大きくする畜養という養殖をしています。これ、このサバはアニサキスのリスクが非常に高いです。我々完全養殖、卵から孵化する完全養殖なので、アニサキスのリスクがありません。我々この完全養殖でマーケットシェアナンバーワンを目指しております。狙うはサバの生食需要。 前澤さんに先日アンケートを取ってもらいました。サバを生で食べたことがありますかと。64.5%の方がまだ食べたことがないと答えております。その中のほとんどの方が食べてみたいと答えていただいております。ポテンシャルなんですが、大手回転寿司5社で全国に約2000店舗あります。仮にこのお店で1日20皿の握りの、あの、サバの握り寿司が出ると、年間で144万匹消費されます。これは現在日本で育てられているサバと匹敵する数です。 これ以外にも多くの回転寿司含め、回線居酒屋たくさんあります。なので、ポテンシャルは無限大です。我々はこれを1匹1000円で売ることで、5年後、75万匹の、0万匹のサボを育てます。そして75億円の売り上げを達成します。通常、養殖事業の利益率は3%前後です。我々は卵から育て、餌低、安い餌を開発し、スマホ養殖により20、20%以上の高収益のビジネスモデルを作ります。 そして、儲かる漁業を作ります。まとめなんですが、サバの生食はブルーオーシャンです。完全養殖のサバのマーケットリーダー。餌とシステムで50%のコストを削減します。サバの完全養殖で世界を変えます。皆様、サバを生で食べてください。お疲れ、サバです。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。あの、お手元にある養殖の、養殖とかそか、サバの燻製、ぜひ食べてください。はい。三木田さん。 素晴らしい失礼しました素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました審査員の皆様お手元のサバを食べながらはい今のプレゼンテーションかみしめていただけたらと思いますそれでは次のプレゼンターを紹介いたします次のプレゼンターはクレジットの矢部さんです準備はよろしいでしょうかあはい少々お待ちくださいあ,ありがたいですね今機材チェックをしていただいている間にぜひ皆さん サバをかみしめて楽しんでいただけたらというふうに思いますはい現在機材のチェックをしておりますのでここでもう一度途中からいらっしゃった方に会場の注意事項についてもお話をさせてください現在新型コロナウイルス感染症対策として、えー、我々スタッフ同様ですねフェイスシールドとそれからマスクの着用の徹底をお願いしております途中からいらっしゃった皆さんお手数ですが、えー、徹底の方ご協力お願いいたします また、審査員の皆様、今、鯖の燻製をですねスタッフが回収させていただいております。お手数ですが、近くにスタッフが通りましたら、鯖の燻製、お返しいただけたらというふうに思っております。また、もう一度、会場についてお知らせをさせてください。福岡の緊急事態宣言対応措置として、1メートル以上のソーシャルディスタンスを空けることを推奨されています。この会場では、椅子を2脚用意させていただいております。 今、皆さんステージ向かってですね左側に座っていただき右側にお荷物を置いていただくと前後含めて前後横も含めてですね 1m 以上の距離を空けることができます。これはこのセッションのみならず次のセッション以降も同じ配置を想定しておりますので皆さん今日は左側に座っていただくという点ご了承ください。ご協力よろししくお願い,いたします、はいああ それではちょうど準備が整ったようなのでもう一度次のプレゼンターを紹介させてください次のプレゼンターはクレジットの矢部さんです準備はよろしいでしょうかはい大丈夫ですそれでは矢部さんよろしくお願いいたしますこんにちはクレジットの矢部ですよろしくお願いします突然ですが今金融業界に大きな変化が起こりつつありますレガシーな金融機関から サービスや顧客設定を持つ様々なテクノロジー企業へと、金融サービスの提供者が移り変わりつつあります。この大きなトレンド、ここにいる皆さんも感じ始めているのではないでしょうか。実際に北米の個人向けローンの市場において、既存の金融機関から新興のフィンテック企業へと市場シェアが逆転しています。 初期のピアートゥーピアレンディングの立ち上がりに加えて、ここ数年の多くの事例が、これまでは金融とは無縁だった事業者による参入によって成り立っています。私たちはこの不可逆な流れがさらに加速していくことを予想しています。しかし、金融サービスを立ち上げることは非常に難しい。例えば融資。 お金を貸す返すたった二言で表現できますが、その裏側には膨大な量の専門的かつ複雑な要件が存在しています。ライセンス、KYC、予診審査、再建管理、仮に今、まあ、新たにローンサービスを立ち上げようとすると、初期のシステム投資数億円、維持費や人件費、またどんなに短くても1年近くの時間がかかってしまいます。 つまり金融サービスを立ち上げることはあらゆる面で負荷が大きすぎるのです。これでは新規参入は生まれていきません。私たちはこの問題を新しいプロダクトで解決しました。それがクレジットアザサービスです。クレジットアザサービスは余震に必要な機能を一括して提供する消費者信用特化のプラットフォームです。まさに予信機能、クレジットのアザサービス化。 予診サービスには審査に始まり本人確認やリスク判定、決済から再権回収まで様々なオペレーションとそれに応じたシステム構築が求められます。私たちはこのような機能を一括してご提供しています。事業者は各 API を利用することで簡単に自社ブランドのローンやクレジット機能を構築していくことができます。例えば、不動産ポータルサイトが 引っ越し費用の分割払いをシームレスに提供する。例えば、クラウドソーシングサービスがフリーランスに向けて、自社のプラットフォーム上の評価データを使った保証やローンを行う。それこそ ICC が参加者に向けて、参加費用の分割払いソリューションを提供する。これまでは大資本を持つごく一部の事業者しか作ることができなかった金融サービスを、 誰でもその代償に関わらず提供可能にする仕組みを作っています。私たちはこれまで自社サービスの運用を通してこのサービス基盤の開発を進めてきました。貸金業ライセンスを持つ金融機関としてある意味で R&D を繰り返しながら日々の改善、サービス改善を進めています。ビジネスモデルはシンプルです。 月額のシステム利用料に加えて貸付金利からのレベニューシェアそして継続的な事業開発運用支援を行いますスポット売り切りのモデルではなくパートナー企業と共に成長するそんなビジネスモデルを設計しています今後クレジットアザサービスの機能拡張に伴い対応する予診商品の幅も拡大させていきますパートナー企業の多様なニーズに応えることで 私たちが捉える市場も拡大していきます。また、利用企業が持つオルタナティブデータを予信モデルに織り込み、それぞれのパートナー企業の顧客セグメントに最適化された信用リスクモデルの開発を進めます。フリーランスだからローンが組めない。六本木の企業家だから家賃保証の審査に落ちてしまう。そういった問題は私たちがパートナー企業とともに解決していきます。 余談ですが、私は先日、家賃保証の審査に落ちてしまい、えー、新しい賃貸の名義は、契約名義は妻の名義でさせていただきました。ベンチャーキャピタルがクレジットアザサービスを導入して、家賃保証の機能まで持っていただけたら非常に助かるなと。そんな未来が来てほしいと本気で思っています。先ほど、金融サービスの立ち上げは、あらゆる面で負荷が大きすぎるとお話ししました。 私たちはクレジットアザサービスを通してこれらの課題を大きく解決します。まずは小さくリーンに立ち上げて改善を繰り返し大きく育てていく。そんなスタートアップであれば当たり前のようなことを当たり前に行える仕組みを作っていきます。現在国内の消費者信用残高は住宅ローンまで含めると246兆円の巨大なマーケット。 この巨大市場が新しいテクノロジー企業へと移り変わっていく。その裏側に入り込むことで私たちは成長していきます。この事業を実現していくためにテクノロジーと金融それぞれのバックグラウンドを持つメンバーが集まりつつあります。チームはまだ若干10名。資金調達を経てさらに組織を拡大させていきます。現在導入パートナー企業を募集中です。 自社サービスにローンの付加価値をアドオンしたい方、審判会社に外出ししている分割払いを内製化したい企業の方、ぜひ私たちと一緒に新しい金融サービスを作っていきましょう。カジュアルなご相談からお待ちしています。金融サービスの提供者がレガシーな金融機関から新しい事業者へとシフトしていく。 私たちがこの大きな波を起こすことで日本のフィンテックの次の時代を牽引していきます信用を最適化して人の可能性を解き放つクレジットの矢部でしたぜひ応援よろしくお願いしますありがとうございます矢部さん熱いプレゼンテーションありがとうございましたそれでは次のプレゼンターを紹介します次のプレゼンターはクイッキンの山田さんです 準備はよろしいでしょうかはい、大丈夫です。それでは山田さん、よろしくお願いいたします。DX で宿泊業の経営を強くする、ホテルスタイル OS iPass です。よろしくお願いします。チームです。宿泊施設の運営や開発経験が豊富なメンバーで創業しました。何を隠そう私もホテルのフロントで働いていたメンバーです、えー。宿泊施設、非常に非効率な運営が業界課題となっています。この業界課題に対してチャレンジしています。 例えばチェックイン、皆さんも書いたことありますよね。ネットで予約したのになんでまた紙を書かなきゃいけないんでしょうか。めちゃめちゃ面倒ですよね。でも面倒なの、皆さんだけじゃないんです。ホテルも大変なんです。皆さんが書いた紙、一枚一枚手打ちしています、えー。私もやってたんですけど、皆さん、達筆でしてあの、なかなか文字が読めないと。で入力非常に大変です。1枚大体いい3分ぐらいかかるんですけども、毎日100組ぐらいチェックインすると、300分、なんと5時間、誰かがずっと打ち込み作業してるんです。不毛な作業ですよね。 しかもホテルの機関システムめちゃめちゃ難しいです。あの操作がわからないと。まあ、こういった状況を続けてはならんということで私たちあのチャレンジをしているというところになります。で実は予約サイト、えー、予約で得た個人情報というか顧客情報ですね、部分的にしかホテルの方に送ってくれません。なので旅館業法の要件を満たせず再度取得する必要があります。また えー、顧客情報を管理なかなかできていない背景として機関システムかなり複雑というところもありますとある施設では44システム組み合わせ運用しておりかなり非効率な状況ですこの状況を変えるべく我々はチェックインから DX することで顧客基盤を構築していますチェックインのプラットフォームを無償で開放しデータの打ち込み作業から皆さんを開放していますその後、えー、施設の上に必要な予約や客室売上げの管理を 機能としてプラグインとして追加することで段階的にリプレイスし最終的にチェックインベースのオペレーションシステムを提供することで課題を解決しています事業の状況です昨年の11月に SARS のオペレーションシステムとして正式にリリースしました特許も取得済みですデモを見ていきましょうまずはチェックインです旅行者はスマホから事前チェックインが当たり前になっていきますスマホで簡単3ステップアカウントを作るので iPass を導入しているすべての施設でチェックインがスムーズになります 宿泊施設側の受付も鍵を渡すだけ非常に簡単です混雑もなくなりコロナ対策としても活用いただいてます滞在中に必要な情報もスマホから確認ができます施設がおすすめする周辺の観光情報も見ることができますもちろんチェックアウトもスマホからこのように旅行者のスマホを活用してチェックインからアウトまで一気通貫して DX することで業務効率化はもちろん顧客体験そのものも大きく変えていくことができるんです実績です チェックインはすでに50施設ほどで導入を進めています。業務負荷の軽減と詳細な顧客データの取得をすでに実現しています。オペレーションシステムとしては、これまでの知見をもとにマーケティング、ホスピタリティ、業務効率化、この3つのカテゴリーの中からプラグインを追加していくことで利用ができるという形です。実例を見ていきましょう。例えば宿泊施設向けの業務効率化プラグイン、予約の管理や客室の管理が簡単になるほか、 お客様がチェックアウトしたら自動で清掃の方に通知が行くそんな仕組みを取り入れていますもちろんデータは一元管理されておりこのような形で分析も可能です経営効率そして運営の効率を高めていくことができます滞在の付加価値向上という意味では旅行者向けのプラグインも開発しています例えばモバイルリクエストではアメニティやルームサービスのオーダーが手元で簡単にできるほかモバイルの決済も提供していますこれ何がすごいかっていうとお支払いが全部スマホから終わっちゃうんですね チェックアウトの時皆さん並んだ経験ありませんかあれがなくなってすぐにお出かけ先に行くことができます。非常に体験が変わっていく。そんな機能になります。このようにプラグインを施設ごとにカスタマイズしていくことで最適なオペレーションシステムを実現することができるんです。コストメリットも十分です。既存の運用から i p a s に切り替えた場合、イニシャルコストが98%削減。ランニングコストも86%削減ができます。ポジショニングです。 チェックインからアウトまで、一気通貫してサービス提供している会社は他にありません。競合はどこも部分的なソリューションにとどまっています。加えて私たち、DX 案件をすでに受けており、DX の知見がたまっています。ホテルの経営や運営に携わっていたメンバーがオペレーションに落とし込むところまでできるんです。戦略からソリューションまで、一気通貫してできるのは我々だけなんです。トラクションです。リリース後わずか1か月で、国内最大手のホテル運営会社の様と業務提携が決まっています。 国内5 0カ所全てで事前チェックインを導入し、さらにオペレーションシステムとしての採用も進めています。また、ここ、福岡市では、えー、実証実験フルサポート事業に採択いただきました。宿泊事業者のコロナ対策としてスマートチェックインを活用いただいているんです。営業戦略です。現在、事業会社様向けに DX コンサルを行うカスタマイズプランに注力しています。並行して、小規模事業者様にはフリープランでチェックインの、えー、スマートチェックインの導入を推進しています。 カスタマイズとフリーで獲得,あ獲得した施設に対しスマートチェックインにプラグインを追加するベーシックプランでアップセルをしていきますベーシックプランでは6万円から45万円まで施設の規模やニーズに合わせて17パッケージをご用意しています私たちのミッションですすべての人により良い旅を提供することをミッションとしていますそのためにまずチェックインから入り込み顧客基盤を構築しさらにオペレーションに入り込むことで行動データやレベニューデータを取得していきます 最終的にはこのデータを活用して旅中領域まで入り込んでいきたいというふうに考えていますすでにその取り組み進めていまして宿泊施設が独自のクーポンを発行できるようになっていますこのことで旅行者はもちろんお得な体験ができて嬉しいというのは当たり前なんですが宿泊施設は客室を販売するだけじゃなくて周辺施設に送客をするという新しいビジネスモデルにチャレンジすることができるんです そしてデータを蓄積していけばどんなお客様がどんなところに行ったかそういったデータをこう活用してサービスの改善にもつなげられますそれをもとに今後私たちは周辺施設も販売ができる予約エンジンの提供を予定しています地域に根ざした宿泊施設が地域の体験を丸ごとプランニングして販売ができるそんな世界観を目指しているんですまさに旅行代理店モデルの再構築だと思っていますこのように宿泊施設が 新しい地域観光のハブになっていくと私たちは捉えています DX された宿泊施設がその DX された流れを街全体に導入していくそのことでシームレスな旅行体験を実現していきたいと私たちは考えていますここは宿泊施設さんと一緒に手を取り合いながら業界を前に進めていくそういったチャレンジをやっていく予定です、えー、宿泊業コロナの影響で本当に大きな変わり目に来ていますでもここが一番の変わり時なんです このピンチをチャンスに変えて業界を前に進めていくことで業界構造だけでなく旅行体験も大きく変えていこうと思っています。宿泊業の DX で旅行体験を変えていくアイパスです。応援どうぞよろしくお願いいたします。ピンチをチャンスに、アフターコロナの旅がワクワクするような素晴らしいプレゼンテーションどうもありがとうございました。それでは次のプレゼンターの紹介です。次のプレゼンターはガレージバンクの山本さんです。 準備はよろしいでしょうかはい、大丈夫です。それでは、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ガレージバンクの山本です。えー、今日は、物の価値だけお金に換える、夢のようなサービス、カシャリをご紹介したいと思います。えー、突然ですが、質問です。皆さん、借金してますかはい、ありがとうございます。絶対に答えたくない質問ですよね。そうなんです。借金している人は、借金していることを全く知られたくないんです。では、なぜ知られたくないのでしょうか それは借金が持つネガティブなイメージがあるからなんです。でえー、なので皆さん借金以外にお金を得る方法を探しているんですね。で、私たちはアンケートを取りました。えー、お金が必要な時にどうするか、そこで多かったのがこの3つなんです。えー、バイトをする、断食して食費を浮かす、最後なんだかわかりますかはい、そうなんです。フリマアプリでお金を作ると答えた方、なんと3割以上いらっしゃいました。 特に20代女性は47%の方がそう答えています。でも、振りまでお金、ちょっと面倒ですよね。買い手がつくまで待つしかない。値引き交渉や発送対応が面倒。アイテムを手放す必要がある。ご安心ください。これら全てを解消するサービスを作りました。それがカシャリなんです。まずはサービス概要についてこちらの動画をご覧ください。カシャリ。 あなたのアイテムをスマホのカメラで簡単査定カシャリがすぐに買い取りますでもアイテムは送らなくて OK 使い続けていいんです買い取り代金はセブン銀行 ATM か口座振込ですぐにお受け取りリース料を3ヶ月間支払って最後に残りのお金を払えばアイテムは再びあなたのもの残りのお金を払う代わりに他の方法も選べますものの価値だけお金にカシャリはい。 こちらのカシャリを通じて私たちは物の価値を手軽に確認できてすぐに資金化できるそんなユーザー体験を提供したいと考えていますご覧の通り査定はタップして撮影するだけアイテムの発送は不要ですそしてお金の流れも至ってシンプル3つのステップしかありませんまずはユーザーの方に買い取り代金を受け取っていただきますセブン銀行 ATM ですぐに受け取ることができます次にユーザーは利用料をお支払いいただきます この間、アイテムはもちろん使用可能です。最後に期間満了時、その時のアイテムの価値に応じて3つの選択肢、アイテムを買い戻す、利用期間を延長する、そしてアイテムを返却する、この3つをユーザーに選んでいただくだけという、そんなシンプルな仕組みになっています。でこのカシャリの仕組みは、セールリースバックという手法を使っています。このセールリースバック、実は昔からあるんですけれども、これまでは法人向け、 高額資産が対象となっていました私たちはこれを個人向け少額動産資産向けに適用したサービスになっているんですではどうしてこんなサービスが私たちにできるのでしょうかそれは物のの価値を見極めるプロと金融のプロ異なるバックグラウンドを持つ2人が一緒に作ったからです私は元銀行員でスタートアップで金融,金融事業を担当しておりました数多くの不正利用と戦ってきました そして、磯田は、質屋経営10年、豊富な審査経験、査定経験を誇ります。こんなチームだからこそ、私たちには2つの武器があるんです。1つ目が、ものの価値を画像だけで査定できること。独自のノウハウがあり、例えばこちらのバッグ、3枚の画像で心眼状態判定を同時に実施できるんです。そしてもう1つの武器が、不正利用を防ぐ様々な対策です。 どんな人がどんなアイテムをどうやって使うのかご覧いただいたいっぱいのたくさんの、えー、対策がですねすべて、えー、今回実装していますで私たちはこの事業を始めるにあたりまずは質屋さんを分析しました、えー、そうすると見えてきた課題がですね若い人が全く質屋さんを利用していないという現実でしたなので私たちは、えー、この若い人たちが日常的に使いたくなるサービスそれを目指したんです では実際、カシャリの利用者層はどうなんでしょうか狙い通りだったんです。20代、30代がなんと90%以上と、7、え、ア、ー、さんとは全く真逆の利用傾向になっています。で、もう一つ面白かったのがアイテムの利用傾向です。7、え、ア、ー、さんとは全く異なる傾向で、圧倒的にデジタルガジェット、デジタルガジェットが80%以上も使われているんです。これも7アさんとは真逆の状態です。 つまり、質屋さんがリーチできてなかった若い人たちに刺さるサービスが、えー、できたんです。市場です、えー。私たちは、この若者が保有する土産、その所有から利用へのシフトを狙っています。えー、もちろん、すべてが切り替わるわけではないと思っていますが、一方で、えー、類似する個人向けオートリースやサービスクリプションは、年15%から20%の伸びとなっており、追い風が吹いています。 で、この追い風をしっかりと捉えるべく、私たちはトラクションに応じて査定プロセスの自動化を進め、業務効率化を進めています。この4月には iPhone の査定自動化が、そして秋にはアイテムの、ブランド品の自動診断査定ができるようになりたい、できるようにしたいと考えています。査定だけではありません。カシャリのプロセスは大きく3つ。査定、トランザクション、分析です。 私たちはそれぞれのプロ,、えー、プロセスを進化させ、えー、まずは査定 API の提供お、そしてスコアリングモデルの提供、えー、さらにはプロセス全体の海外展開などを準備しており、えー、私たちは安定的な収益基盤の、えー、確立を目指したいと考えています、えー。最後に印象的だったユーザーインタビューをご紹介させてください、えー。その方、長年連れ添った愛犬が突然亡くなったそうなんです。で、そのユーザーは私たちのカシャリを利用して、えー、お金を得ました。 でそのお金は愛犬の葬儀代の一部に当てたそうなんです。つまり、カシャリが生み出したもの。それは感謝の気持ちを最後に伝えるための大事な時間だったんです。えそんなかけがえのない時間や機会え、それをお金がないから諦める。私たちはそんな悲しい選択をなくしたいと考えています。私たちのミッションは、ものの価値をみんなの力にです。ガレージバンクでした。ご清聴ありがとうございました。 山本さん、希望あふれるプレゼンテーション、本当にありがとうございました。次が最後のプレゼンターになります。最後のプレゼンターを紹介させてください。最後のプレゼンターは、オレンジキッチンの若葉さんで、失礼しました。若子さんです。準備はよろしいでしょうかはい、お願いします。それでは若子さん、よろしくお願いいたします。 こんにちは。慢性腎臓病の方向けの人工透析を予防する生活習慣改善サポート事業、シオミルを運営しております。オレンジキッチンの管理栄養士、若子と申します。よろしくお願いいたします。突然ですが皆さん、高血圧や糖尿病をお持ちの方、心の中でこっそりと手を挙げてください。今、手を挙げてくれた方の管理栄養士の私から言わせてください。 もしかしたら将来人工透析になってしまうかもしれません。私は今も腎臓内科クリニックで非常勤の管理用紙として勤務しながらこの予防事業を作っています。人工透析とは腎臓が機能しなくなることにより体外で血液ろ過を行う医療行為です。透析になると食事制限や運動制限がかかるだけでなく、 一日4時間以上、週に3日、病院に拘束される生活が一生続くことで、QOL や健康寿命が大きく低下してしまいます。では、なぜ人工透析になってしまうのか私は最初に高血圧や糖尿病と言いました。これらの生活習慣病を放置すると、少しずつ腎臓に負担がかかり、慢性腎臓病になってしまいます。 慢性腎臓病が進行して腎臓が機能しなくなると透析となってしまうんです。また腎臓は非常に厄介な臓器。一度悪くなった腎臓はもう元には戻りません。今の状態をキープすることが非常に大切なんです。腎機能を低下させる危険因子には肥満や高血圧、食塩の過剰摂取があります。我々は この三つを測定管理しながら生活を改善していく事業、塩ミルを作っております。ダイエットの手法を透析予防に応用し、体重を測定管理。そこに血圧と塩分を加えていきます。では、どのように塩分を測定管理するのか。朝一回専用のカップに自宅でおしっこを入れていただくと、前日摂取した食塩量を可視化でき、 スマートフォンに表示される、そんな IoT 機器を自社で開発しております。現在、測定技術を特許出願中です。これら3つ、体重、血圧、塩分を測定管理しながら、腎臓病の進行を予防する食生活を身につけていきます。しかし、ただ可視化するだけでは、一人では行動は変えられません。そこで、専属の管理用紙がオンラインで徹底的に伴走します。 塩分や血圧のデータとともに、LINE で食事写真を日々送っていただきます。エネルギーやタンパク質、数値でフィードバックしながらコメントで質を評価していきます。密なコミュニケーションを取りつつ、そうすると自然と自分が食べられるものが分かってくるんです。ここまで言っても、いや、料理は家族が作っているという方も多いかと思います。そこで弊社は、えー、ご家族同伴のオンラインカウンセリングを週に一度入れております。 一人ではなかなか難しい食事の改善をご家族を巻き込むことで容易にしていきます。コロナ禍に対応し、完全オンラインにて提供していきます。すでに慢性腎臓病や生活習慣病を患っている方へのサポートなので、病院との連携も重要になってきます。そこで、ここで得られるデータは定期的に病院にお知らせし、治療効率の向上にもつなげていきます。本人の費用負担なし、無料で参加できるんです。 ではなぜこれが必要なのかなぜ無料でできるのか人口透析は大きな社会課題です。皆さんもご存知の通り、社会保障費や医療費は年々増加しており、社会保険料だけで賄うことは難しく、ここにいる皆さんの税金も充てられております。中でも腎不全人工透析は、一人当たりの医療費が高血圧や糖尿病と比較にならないぐらい高く、 一人年間500万円以上、投石患者は30万人以上います。日本の総額にすると、毎年2兆円もが人工投石のみに拠出され続けているという現状があります。厚生労働省は、この投石患者の増加、投石医療費の増加に強い危機感を持ち、2028年までに新規投石導入患者数10%削減という目標を掲げております。では、誰がこの目標に取り組むのか 透透析析患者の平均透析導入年齢は70歳ですつまり透析の医療費は国民保険における重要な課題となっているんです国民保険を運営する地方自治体が新規透析導入患者削減に向けた取り組みを行っていく必要がありますそこで我々は将来の透析医療費増加抑制を目的に自治体と連携して事業を行っていきます ビジネスモデルがこちらになります。地方自治体の保険事業の一環として契約をし、腎臓病を患う非保険者には無料でお使いいただきます。ここで得られる血圧、体重、食事、食塩などの推移データ、相関データは定期的にかかりつけ医にお知らせし、治療効率の向上や患者満足度の向上につなげていただきます。 受けてくれた方の5人に1人、20%の行動変容が見込まれば、費用対効果は200%で戻ってくると試算しており、それほど人工透析の医療費が高いというところになります。実際に塩を魅了を受けていただいた方、体重減少や減塩達成などの結果が得られており、自治体との連携状況として、現在、東京都との実証実験を今まさに行っております。浜松市とは春から行っていきます。 慢性腎臓病の患者は1300万人。国民の1人にあ、8人に1人がこの病気を患っています。もう一言ではありません。私たちは将来あなたが人工透析になるのを防ぎたい。人工透析になる方を1人でも減らし、日本の未来を明るくするためにシオミルを運営しております。ご協力、応援をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 若子さん、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。以上でプレゼンテーションが終了となりました。審査員の皆様は審査表をご記入いただきますようご協力よろしくお願いいたします。そしてこの審査の需要時間をいただきまして、オフィシャルサポーター伸ばせるの田部さんよりプレゼンテーションをいただきます。田部さん、ご準備よろしいでしょうかはい、大丈夫です。それではの、よろしくお願いいたします。 はい。よろしくお願いいたします。オフィシャルサポーターのノバセルです、えー。皆様素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました、えー。オフィシャルサポーターというところでですね、サービスをご説明させていただきたいと思っております、えー。毎回毎回ですね、説明しているので、まあ、あの、どういう進化を遂げているのかって話をさせてください。えっ、ー、とですね、ノバセルはですね、えー、と ICC に出させていただいたのがちょうど3年ぐらい前になっています。で、我々開示している業績ですけれども、非常にこう順調に、えー、伸ばされていますということで,ですね。えー、ICC に参加してから、えー、業績が で我々はですね運用型のテレビ CM ということで、まあ、企画制作放映分析までをセットで、えー、数字に基づいてですね効果を可視化し PDC を回していくという取り組みをやっています。 どういうことかっていうと、えー、特に枠においてはですね、どの曲、どの時間、どの番組、どの素材がいいかということを、えー、リアルタイムに可視化していきながら、えー、効果を PDC 回していこうという取り組みで、まあ、例えばラクスルで言うとどういうことやってるのかというとですね、まあ、こういったコロナ禍においても我々テレビ CM を打っていますけれども、どのクリエイティブがいいのか、えー、どのエリアがいいのか、どの程度効果が出ているのかというのを、まあ、このようにですね、リアルタイムに可視化をしています。 え、それに伴って、どの番組がどの程度の効率なのかというのもですね、まあ、翌日には全て数字化されているというような状況です。これによって、効率の良い,いクリエイティブや効率の良い素材を配分していくということで、まあ、例えば、これ、縦軸がですね、放映の効果、横軸が放映の量なんですけど、このようにですね、分散していたものからですね、より効果の高い、視聴率が低くても効果の高い番組に流すというようなことで、大きな成果を上げていたりとか、 クリエイティブについてもですね、我々1キャンペーンで10本以上流すんですけれども、こういった形でですね、どのクリエイティブがいいのかというのがリアルタイムに可視化されていますということです。えー、細かい話を言うとですね、エリア別にそれが全て細分化されていたりとか、商品別にそれが細分化されていたりとかですね、エリア別においては全ての数字が見えるように可視化されているので、例えばコロナの状況においても、新潟と北海道はあまり影響を受けてないので、テレビ CM の放映しましょうというようなことがまあクイックに判断できますと。と いうような、まあ、運用型の体制を年20億ぐらいの広告予算でやってるんですが、まあ、4人程度で運用できているというのが、まあ、我々、えー、伸ばせるという事業がですね、ラクスルでやってることの最大の優位性なのかなというふうに思っていますし、このような形でですね、コロナ禍においても順調にユーザー数を伸ばせていますという形です。 で今回ですね、えー、ICC に参加いただいた方への特典としてですね、我々この分析のみのご提供もさせていただこうというふうに思っておりまして、過去2年間分関東においては遡って分析ができますので、えー、CM を打った企業の中でですね、えー、ちょっと効果がよくわかんなかったんだよねっていうような企業さんがいたらですね、こちら分析をサポートさせていただきますので、お声掛けいただければですね、過去に遡ってよしあし、えー、CPI、CPA まで出せて、えー、やっていこうかなというふうに思っております。 はい。そしてですね、タクシーで我々テレビ CM、CM を流していますけれども、えっ、ー、と、今まで流してきたものとですね、新しいものも、えっ、ー、とですね、今日、えー、昨日ですね、乾パけたものがありますので、それをですね、二つ続けてちょっと見ていただいて、えー、終わりとさせていただければと思います。あ、音が出ないですね。 もう一回いきましょうか。 この時間をいただきまして会場の注意事項及び次のプログラムのご連絡を先立って行わせていただきます次のプログラムは11時45分からの開始を予定しております本セッションの終了時間が11時15分を想定をしておりましたが現在15分遅れで進行しておりますが次のセッションまでの登壇及び参加には問題ない点皆さんご安心いただければと思います また、今この会場にいらっしゃった途中から会場にいらっしゃった皆さんに注意事項のお知らせです。現在新型コロナウイルス感染症対策としてフェイスシールドおよびマスクの着用の徹底をお願いしております。途中からいらっしゃった皆さん、お手数ですがご協力よろしくお願いいたします。ああ大丈夫ですかね。あの十一時五分。 次のセッションに登壇される方、控室に移動する人があるということと、うなずえとか菊寿司に行く人もあの <laughs> 予定が入ってますんで、その方はあの審査終わった方はどうぞ行っていただいても大丈夫なので、はいよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。ちょっと今動画のチェックをしている間にもう一点だけアナウンスをさせてください。はい。えー、もう何度も繰り返しさせていただいておりますが、現在ですね福岡県の緊急事態宣言対策措置として 隣の方との間隔を1メートル以上空けていただくことを推奨させていただいております今回の会場皆さん向かってステージに向かって左手側に座っていただいて右手側の椅子にお荷物を置いていただきますようご協力をお願いいたしますそれによって前後それから隣の方との間隔が1メートル以上空く形になっております はいそれではお待たせいたしましたはい、田部さんお手数ですが動画の再生もう一度よろしくお願いいたします社長テレビ CM のタレント候補ですなぜこの方を今年来るそうです 先日撮った CM ですがどの番組役で流すんですかざっくり週末ですざっくり週末 ?CM の効果はどうなんかいい感じですいい感じ CM 効果はあったよな効果はあったのわかりません一体いくら払ってると思ってんのそんな会社に伸ばせる CM の制作放映分析を提供効果を可視化し売り上げに変えます効果が見えるって安心、ね、初めての CM なら伸ばせる 牛田君次の c も期待してるわよはいと言われてもクリエイティブもおすすめはこっちじゃこっち放映枠もおすすめはここじゃあそこ <laughs> 代理店にお任せいくら使ってるか分かってるはい実際いくら使ってるんだっけ部長どうかしましたえそんな時は伸ばせる番組素材別の効果をリアルタイムに把握費用対効果を最大化いやいやコストもかッとさすがねいくら使ってると思ってるんですか効果が見えるるから伸ばせる ありがとうございましたはい田部さん素晴らしいプレゼンテーションおよび動画紹介ありがとうございましたはい以上で登壇者およびオフィシャルサポーターのプレゼンがすべて終了になります15名のプレゼンターの皆様本当に素晴らしいプレゼンテーションありがとうございましたそれでは改めて今回登壇いただいた15名の皆様にステージ上にお集まりいただきたいと思います 皆さんよかったら拍手でお迎えください。お疲れ様でした。はい。審査ってまだ終わった？まだですか？オッケー。まだまだオッケー。じゃあちょっとこの時間を使いまして審査員の方々がちょっとご評ごご高評いただきたいと思います。 ではえマイクどこいるじゃあちょっと岡島さんからちょっと言ってみましょうかねどうも岡島さんお疲れ様ですじゃあちょっとコメントなどどでか良かったなとか教えていただければと思います、はい、ありがとうございますやっぱりこのカタパルトで女性3人上がってくるっていうのは素晴らしいなと思って拝見していましたあの表、えー、も入れさせていただいた感じですそれからあの本当に皆さんプレゼンがすごくあのレベル感すごい上がってるなという気がしていて、うん、あの まあ入賞される方もそうでない方も応援していきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃちょっとじゃ続きましてちょっと後ろにする永田さんにちょっと行きましょうかね。前回ちょっとおや審査員お休みして、はい、違うセッションで登壇してはいたんですけども、一年ぶりといかがだったでしょうか。あのー、僕普段はなんかね社会のためにとかそういうことで抽象的なことを言っちゃうんですけど、うん、僕今までの方々で一番感動しまして。そうですかありがとうございます。マジ。 初めて社言いますもう想像さん、自分のペインにどささりして、うん、ホームページ見たら、まだ CFO がいらっしゃらないんですけど、うん、あいえやっぱり c h r が振り向いたんで、ちょっとあれですけど、なんか手伝えることないかなって、<laughs> あの一応、ファイナンス結構あの強いんで、なんかできたらなと思いました、あと、養生さんですとか、塩、えー、見るさんとかですかね、あの僕らの本業ともすごく連携があったところがあって、うん、この後ぜひお声がけしたいなと思いました。ありがとうございます では、えー、続きましてですね、えー、あの札幌からいらっしゃった札ラホールディングス富山さんですちなみにヒルトン福岡シーホーク4階に札ラがなぜか福岡にあるっていうですねあいつのだけあるんですけどもあのなんか必要だったら買っていただければい、はい、非常に苦戦してるのでよろしくお願いします <laughs> <laughs> はいあの非常にあの皆さんバラエティ感あるあの授業がたくさんあって非常にワクワクしましたなんかあのすごいあの適度な緊張感とですねあのプレゼン あのすごい素晴らしいなと思いましたあのし個人的にはあの宿泊のところだとかあと鯖のところだとか本当にあのリアルなあの事業と、えー、結びついたところもあってですね非常に興味深く聞かせていただきましたありがとうございましたありがとうございますままままだまだまだ、OK? まずまだ、OK、じゃあ続きましてじゃあちょっとこっちについてしーちゃんさんいってみましょうかねなんか なんか走り込んでなんかこう健康になったっていう投稿を見たんでなんか健康系は出てたんでなんかちょっとコメントを込めてお願いしますのものすごい気になってましたね <laughs> ありがとうございます今日あの8参加なんですけれども本当にあの皆さんの話聞きながら自分もこれ使ってみたいな会社として頼んでみたいなと思うことすごいたくさんありましたのでなのでまだ後ほど皆さんの話をちょっと聞きたいなと思うんです本当にすごく良かったですありがとうございますはい。どうもありがとうございますまだまだいけるということですね ではまた筋トレつながりでセプテーニー佐藤さんじゃないですけども何 <laughs> か、ま、えっ真っすぐっすぐ系でいってるじゃあちょっと佐藤さんにちょっとコメントいただければと思いますはいあ皆さんプレゼンお疲れ様でしたあのー、なんかあのこう皆さんのです創業のこう志っていうのが今回まあ毎回カ,パカタパラと拝見している中でもなんか特に結構刺さったというかあのなんかこう 純粋なこう思いの強さってていいううのがでですすねビビンビン感じられてあの良かったなというところですか、ね、あの最後のやっぱり塩見るさんの,あのこう本当に社会課題にあの直接ぶっ刺さるっていうか本当にこれ解決が必要だなっていうのが共感できたのであのそういう,こう医療従事者の方とかですねあのそのほとんど現場でそういうペインを強く感じてっちゃった方自身の起業っていうのはやっぱりすごい強いしその思いの強さを是非あの持ったまま。 あの大きく成長していただければなと思いましたお疲れさまでしたありがとうございます素晴らしいコメントありがとうございます <laughs> まだまだ ok では最後に一人だけいただきましょうかねじゃあプレイドクラハスさんちょっと初の審査員だと思うんですけどもちょっとコメントいただければと思います上場最近上場されたということをめでとうございますあありがとうございます、はい、あー皆さんプレゼンテーションお疲れ様でしたあの本当に素晴らしい事業ばかりで中ではあの僕 いくつか前のオフィスが恵比寿にあったんですけど恵比寿時代にですねあのサバーには本当にお世話になりまして <laughs> いやもう感動しましたはいあの飲食店からこういうビジネスモデルの方にシフトされるっていうのは本当に驚いてはい、はい、応援します結構ねサバーに行ったことある人は結構あの,あの人だみたいな感じになるんですよね<は>ありがとうございます、はい、感動的でしたありがとうございます ではいよいよ結果発表ということでよろしくお願いいたしますバトンタッチいたしますはい、はい、それでは結果を発表させていただきます6位から発表させていただきますそれでは結果発表です6位は和歌子さんですおめでとうございます <laughs> 続いて5位の発表です 5位は西野さんですおめでとうございます <laughs> 続いて同率3位の発表です3位が2名いらっしゃいます3位お一人目は戸助川さんですおめでとうございます <laughs> もう一方は辻さんですおめでとうございます 続いて2位の発表です2位は山田さんですおめでとうございますそれでは最後に1位を発表させていただきます 七、六、五、四、三、二、一。一位は右田さんです。おめでとうございます。<laughs> じゃあ真ん中に。 あのお、お疲れ様でした。お疲れ様でした。<laughs> ありがとうございます。あの、じゃあ一言お願いします。はい。いや、本当に、えっ、ー、と、サバに代わって皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます <laughs>。いや、本当にあの、本当に嬉しいです。あの、いつも僕思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、サバのビジネスをしてるんですけども、なんかこういうステージに立たせていただいたりとか、 皆さんに評価してもらったりとか、ほんとサバ喜んでるんだろうなって思って、なんかほんとにサバと共にずっとこの14年間歩んできまして、で、ほんとにね、去年ぐらいからかな、コロナで苦しくなって、で去年今年にかけてほんとにサバの評価が高くなってきて、やっぱ諦めずやり続けててよかったなって、ほんとに改めて思いました。皆さんありがとうございます。では皆さんでお疲れ様ということで、お疲れ様でした。お疲れ様です。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、どうもありがとうございます。では、あの、時間もしてることで、早速表彰式に移りたいと思います。表彰式でございます。一人目、ヨナエナエル賞、伊デさんです。じゃあ、ちょっと、こっちに、ミートさん、こっちらですね。はい。マイク取ってもます。はい、どうも、伊デさん、じゃあ、コメントお願いします。はい、あの、おめでとうございます。ついにスタートアップカラパルトもサバが選ばれる時代になって、はい、いや、もうすごいなと思うと僕もね、ビジネスモデルがもうすごいと思って、もう、あとは、サバと、ね、ヨナエナエルめっちゃ合うなと思うんで、ちょっと、 一緒に何かやりましょう。はい、おめでとうございます。じゃあ真ん、ま、記念撮影を、はい、お願いします。<手>はい、ありがとうございます。じゃあ続きましていまはい、はえ二十三二十三時間快適ショーという三つ星岩田さんですよろしくお願いいたします。おめでとうございます。じゃコメント一言お願いします。はい、えー、おめでとうございます。私もですね実は大学時代恵比寿に住んでましてサバーには。 いたことがありました。ありがとうございました。あの気になってたんですけど、社員数何人でいらっしゃいますか。新しい会社六名です。六名ですか。あの投資家にもプレゼントするっていう、はい、あのことを毎回やってまして、はい、ぜひ前イさんのサイズも聞いていただいて、はい、あ,かあの T シャツ差し上げたいと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかマイさんにあげるってのは単なる宣伝じゃないですか。<laughs> なんか <laughs> じゃあお願いします。さしよう はい、お疲れ様です。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。じゃあ続きまして、はい。一級ですね。僕ですね。はい。じゃあ、あの、私が代わりに、榊さんに代わります。ちょっと、イケメン度合いとしてはちょっと違うんですけども。じゃあ一級です。ありがとうございます。<laughs> はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ちょっとお願いしまーす。<laughs> はい、続きまして、はい。 スライドファブリック東京で何でもオーダーできるチケットになります。あの僕、毎日サバ食べてまして、これからは田さんのサバを食べていきたいと思います。本当、サバなんですね。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。サバ大好きなんで、はい、応援してます。おめでとうございます、はい。どうもどうもありがとうございます。じゃあ、お願いします。はい。どうもありがとうございまし続きまして、行っていきましょう。はい。はい。住友生命、住友、はい、さんです。コメントお願いします。おめでとう、ごサバいますですよね。おめでとうございます。ええこれ あの、来年ぜひ、あの、ツアーいらしてください。おめでいありがとうございます。では、写真撮影お願いします。<手>はい。どうもありがとうございます。<laughs> じゃあ、どうぞ。はい。じゃあ、持ってきます。はい。恒例のスマート HR ショーです。じゃんけんポンでいきますので。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとパネルだけ持って、ちょっと。はい。あ、パネル。あ、あ、じゃんけんしないといけないじゃないですか。まずは。まずはじゃんけん。じゃんけんしてから、あれ。あ、もう一個、ね、の。 あれってありますかね札、ないか。あれじゃんけん。はい。ありがとうございます。じゃあ、これで、えー、じゃんけんをします。いきなり最初はグーとかないのです、じゃんけんいきます。勝ったら100年分。あいこで10年。負けたら1年分です。はい、あの、パーを出します。<laughs> パーを出すそうです。ほんとです。 ちなみに僕あの年末からあ去年からですねめちゃくちゃ釣りにハマってまして最近サバだったんですよねサバさばいてあの食べたりしてめっちゃ美味しかったですあとプレゼンすごい面白くてあのさっきツイッターで思わずリプライを送ってしまいましたあのはいめちゃくちゃ感動しましたはいということでですねじゃんけんですねはいのじゃんけんぽいおめでとうございますお百年分ですおめでとうございますではボードでちょっと写真撮影お願いします。 はい100年分はいありがとうございますでは商品最後ということでメインスポンサー野、えー、ル、多部さんです企業ノベルティショー賞ですこれサバのノベルティーいっぱい作るってくださいおめでとうございますはい、はい、あのサバのノベルティーをたくさん作ってもらえればと思いますんで、うん、はい、はい、サバのバッテリー とかも作ってもらえればと思うので、よろしくお願いします。はい、では写真撮影お願いします。はい、いますはい、ありがとうございます。で、いよいよ最後になりますけども、ウィナーボードの贈呈を前回チャンピオンの方々からプレゼントというか感じです。では、一言ずつお大平さんからコメントいただければと思います。はい、えー、もう単純に1休養家として非常に興奮するあの1時間でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、山田さんお願いします。 えー、お疲れ様でした。本当にあのそれぞれの皆さんがあのこんなねあの素晴らしい社会を作っていけたらとワクワクする時間でした。ありがとうございます。はいではちょっと写真いつものあのちょっとあのじゃあ大平さんこ左こっちがこっちがで真ん中にはい行っていただいて撮影です。はいどうもおめでとうございます。 はい。ええー、はい、どうもありがとうございます。で、最後はですね、あの、皆さん中央に集まっていただいて、みんなで集合写真を撮っておしまいになるので、あ、登って、ま、前に出る。じゃあ皆さんちょっと、グッと真ん中に寄っていただければと思います。では、ええー、最初に冒頭に申し上げた通り、最後はご起立いただいてですね、大きな拍手でおしまいにしたいと思います。ええー、今回ですね、2021年、えー、新型コロナウイルスの関係で、感染症でですね、緊急事態宣言出てますけども、新しいスターが、 生まれたということですね。で、今回は人間じゃなくてサバだったということで、あの、おしまいにしたいと思います。大きな拍手をおしまいお願いします。<laughs> はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れサバでしたですね。はい、ありがとうございました。はい。それでは、はい、司会の私からご連絡をさせていただきます。 先ほども見直すに皆さんにアナウンスさせていただきました通り次のセッション開始予定は11時45分を予定しておりますまだ15分ありますのでその点皆さんご安心して次のセッションどちらに参加されるかご検討くださいませはいそれではここから45分までが休憩時間となります今回登壇された方々審査員の皆さんとぜひ交流いただきまして次のセッションまでお待ちいただければと思いますどうもありがとうございました